それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは結婚相手の特徴について見ていきます。はい、よろしくお願いします。まず最初に結婚相手の特徴、外見的要素、そして性格、あとは何かねワードとかもらっていこうと思います。でオラクルカードとかいろんなカードを使いながら何枚か出していこうと思います。まずね、Believe in Magic、はい、出てきています。これね、あのね、瞳に特徴のある方っていうのがね一番出てきてますね。その他にもいろいろと出していきますね。はい、マゼンタです。かわいいね、ピンク、マゼンタ色の色が出てきています。赤紫色です。あとはね、こちらのカードもね、可能性のありそうなね星座も出てきそうです。その他にもね、もらっていくんですが、1枚もらっていきましょう。これね、サソリ座のカードが入っていますよ。サソリ座の方、濃厚ということですね。まあ、可能性の一部としてね、ご覧ください。星座としては。カードの意味はね、もらっていきます。あとはね、何枚かね、もう出していこうかなと思ってるので、少しお待ちくださいね。ね、髪の毛長めっていうイメージが入ってきますけど、男女ともに。このカードもらってきます。やっぱり長め、そして暗め、前髪分けているっていうのがね出てきていますね。多分この方ね、すごく個性の強い方っていうのがあります。好きなものがちゃんとあるんじゃないかな。あの、好きなものっていうのが、身につけるもの、お洋服とか好きなブランドがあるとかね、そのブランドっていうのもかなり個性的なブランドだったりとか、うん、そうですね、好き、聴いている音楽も多分これっていうのがちゃんとあるんじゃないかな、これが好きっていうのが。でなんかね、パワーストーンとかにも興味のある方っていうのも入ってくるかな。そうですね、ハワイアンジュエリーとかね、そういうのも好きなんじゃないかなっていうのもあります。じゃあこのね、イケメンくんのタロットからもね、少しもらっていきます。このカードからは何枚かもらっていこうと思います。今回、ごめんなさい、言い忘れた、すべてのカード全部正位置で見ていきますね。はい、ということでもらっていきましょう。あとはね、ルノルマンからももらっていこうかなと思っています。やはり目に特徴のある方っていう感じ。髪の毛は暗めですね。だけど色素が薄いんですよね、この方。もしくは逆に色素が濃いっていう可能性もあるかな。そのなんて言うんだろう、毛がしっかりしているというか、眉毛が凛々しいとかね、うん、もしくは色素が薄い、瞳の色素が薄いとか、肌が白い、どちらかですよね。とどちらかに分かれるかなと思います。白い色白とかね、肌が透けているとか、透明感のある方に行くか、かもしくはね、ちょっとお顔立ちがはっきりしていて、髪の毛とかもしっかりとねしてらっしゃる方っていうのがどちらか入ってくるんですけど、共通して言えるのは少しハーフっぽい方っていうのがね入ってきています。うん、お顔立ちが整っていて、そうですね、ハーフなんじゃないかなっていう風なお顔立ちをしてらっしゃるのかなと思います。
まずこの方の外見的要素を見ていきましょう。外見的要素としては先ほどもお伝えした通りの他に、あと瞳に特徴があるんですね。色素が薄い、瞳が大きい、またはくっきりとした二重とか、はっきりした目をしている、目の形ね、くっきりしているとか、あとはね、メガネをかけている可能性もあります。そういう意味で目に特徴があるっていう場合もありますね。メガネをかけているから目にね、特徴があるとかね、個性的なメガネをしているとかっていう可能性もあります。あとはお仕事中だけメガネするとかね、ポイントポイントで使い分けているっていう可能性もありますね。そして内面的なこと、そうですね、あと外見的なことで言うんだったら、この方先ほども言った通り個性的なファッションを好むとか、小物にもこだわっていると思います。一部の方ではパワーストーンとかも好きで、こういうね、石のついたアクセサリーを好んでつけていたりとかっていうのもね、あるかなと思います。その他には、そうですね、その他の外見的要素としてはね、先ほど言った通りかなと思いますね。あとはですね、髪の毛も暗めってこともお伝えしたのでね、長めとかね、暗めとか、前髪も長めかなっていう風にあります。前髪があるとしても目にかかるぐらい長いとかねっていう感じかなと思いますね。で、内面的なことといえば、この方ね、冷静さと情熱さどちらも持ち合わせている方っていうのがね、あります。そう、その情熱で少しね、瞳孔してしまって嫉妬深さにつながる場合もあるんですよね。やきもち屋さんってところもあります。で、あと信じる力っていうのもすごくあるので、私はこれを信じていますとか、あと直感力も冴えているんですよね。なのでこの方、勘が鋭いっていうのもね、入ってくるんですよね。あと見えない力も信じているところがある。その直感力が優れてるから、なんとなくこう思ったからこうしたいとか、なんかそんな気がするとかね、そういうのも口癖かなと思います。自分の中にしっかりとした芯を持っていますので、なので自分の中でね、ここから先はOK で、ここから先はダメなんだよっていうしっかりとしたね、境界線持ってらっしゃるのかなと思います。そういう意味で、ここまでは大丈夫とかね、友達と恋人の境目もしっかりしてらっしゃるのかなとは思います。基本ね、誰にでも優しいんですよ。みんなに優しくて、平和主義者っていうのがね、ありますね。協調性もすごくあるんです。バランス取るのも上手なので、みんなの輪の中にいて、うまいね、潤滑油役というかね、そのみんなの間を取り持ったりとか、この人がいるからみんなまとまっていられるよねっていうバランス役なんですよね。調整役っていうのがね、あります。優しくて明るくてっていうね、ほがらかっていうイメージが入ってきます。はい、そして行動力もちゃんとありますよ。そうですね、決めるときはちゃんと決められるのかなって、決断力があるとかね、迷わない、そう、土壇場で迷わなくてスパッと決められる、ね、普段こうやってにこやかでほがらかでみんな仲良くやっていこうっていうところもあるので、うまいバランス取れてるなっていうふうに思います。あと困っている人とか見たら助けちゃうってところがあるんじゃないかな。なんか動物とか、あとお子さんとかね、お年寄りとかにも優しいのかなっていうのがあります。そう、まずね、喧嘩とかあまり好きじゃない、争い事が好きじゃないので、困っている人がいたら手を差し伸べるし、喧嘩の仲裁に入ったりとかね、そういうところもあるんじゃないかな。正すところは正していくっていうところもね、ありますね。なので周りからすごく信頼されているっていうのがこの方の特徴として入ってきています。周りからのね、信頼が厚いです。で、この方すごく心の中でよーくね、物事を見て考えて判断してらっしゃるんですよね。こう勢いで進んだりとかはしません。で、周りの調和を取りつつちゃんとね、見てるんですよ。心の奥深いところっていうのをしっかりと持っています。で、奥深いところまで探っていくと、しっかりした自分軸っていうのがあるんです。自分の基準ですね。で、それでいつも物事を判断しています。
相手の深いところまで知ろうとしたり、よく見ようとしたりとか、付き合いが深くなればなるほど、この方とても相手のね、心の奥底までゆっくりとね、じっくりと見て付き合っていくっていう人間関係が見えてきています。少し謎めいているところもあるんですよね。初対面の方には何考えてるかわからないとか、この人怒ってるのかな、笑ってるのかなとか、よくわからないところもあるんですよね。よく見えてこない、少しミステリアスな感じも出てくるんですけど、心の中はね、すごくしっかりと相手のことを考えて見ていて、心の奥底で燃えている心、炎がちゃんとありますよ。とにかく深さ、心の深さっていうのがね、ワードとして入ってきています。深く相手のことを知ろうとしたりとか、自分の心の奥底っていうのを持っているので、なかなかすぐ心を開かない方かもしれない。一見柔らかくて柔軟に接してくれるから人懐っこい感じがするのかなと思うんですけど、本当の奥底っていうのはね、しっかりと付き合っていくと見えてくるのかなっていうのがね、出てきていますよ。はい、とても信頼関係を大切にする方っていうのもね、あります。一度信頼関係を築いた相手のことを深く愛し、はい、でとてもね、信頼するっていうところもあります。はい、なのでこの方ね、そういう意味でだから、の深く愛すからこそ、少しね、嫉妬っていうところもね、出てくるのかな、やきもち屋さんっていうところも出てくるのかなと思いますね。はい、ただ基本的にはね、みんないつも仲良くねっていうところはね、出ていますよ。奥底と表面上のこのお相手っていうのはね、少しギャップがある方っていうのはあります。知れば知るほど味が出てくる方っていうのもね、出てくるかなと思います。あとね、魅力があるんですね。その色気がある方っていうのも入ってきていますよ。この方からにじみ出る色気っていうのがね、あるんじゃないかなと思います。はい、そのようなこの方のイメージ出てきていますね。で、割と背が高めだったりとか、体つきがしっかりしているとかね、骨太だったりとか、がっしりしているとかね、そういうイメージも入ってきています。これは性別問わずですね。そうですね、うん、背が高い、もしくはしっかりした体型の方とかね、うん、骨密度が高いとかね、そういう形で入ってきますかね。はい、そういうところがこの方の外見的要素として入ってきています。一度ね、この外見的要素、そして性格的な部分っていうのもまとめていきますね。はい、ということで、かなりね、調和を大切にされつつも、直感力にも冴えている、深いところまで考えて、はい、でもね、ただ仲良しで優しいだけじゃないよって、判断力もちゃんと優れてますよっていうところ出てきています。ちょっとね、一回ね、まとめていきますね、このあたりを。はい、ということで、ではこの結婚相手の特徴を見ていきましたので、次はね、そうですね、この方お仕事ね、お仕事的には自分の趣味を生かしたお仕事ね、好きなことを仕事にされている、もしくは接客業ですね。人を相手にするお仕事です。人とお話をしたりとか、接することが基本的に好きな方なので、例えば接客業とか、あとはそのお子さんとかにも優しい、動物にも優しいから、例えばペットショップとか動物病院とか、あとは保育の仕事だったりとか、そういうところでも活躍されてると思いますし、バランス感覚もとてもあるので、あとね、平等っていうのも入ってますから、あのみんなをね、平等に扱う場所、そう、公共の場所、役所関連とか、あとはその、弁護士さんだったりとか、法律関係ですね、っていうのもあります。決断力っていうのもあるのでね、公平に判断するっていうところですね。はい、あと計算するお仕事っていうのもね、得意なんじゃないかなと思います。事務とか経理とかですね、あとはね、お店開かれてる方もいると思いますよ。自分の好きなことを生かしたお店、アクセサリーショップとかね、そういうお店を開かれてる可能性もあります。はい、デザイナーとかね、インテリアデザイナーとかね、そういう可能性もあります。はい、ということで、あと飲食店っていうのもね、入ってきますね。はい、ということで、職業柄もね、見ていきました。服装も
そうですね、長めの服装を着ているっていうイメージがあるので、長めのシャツとか、あとはコート、羽織物とかね、あまり肌は露出しないんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、あとはね、個性的なお洋服ということで入ってきていますね。はい、では行きましょう。この方とどんな出会い方をするのか、またその時のお互いの第一印象をもらっていきましょう。まず、そうですね、どんな出会い方をするのかっていうところでルノルマンからもらっていきます。ルノルマンから出会い方、例えば出会う場所とかね、ごめんなさい、ちょっとこれ一回しまいますね。出会う場所とか出会い方について見ていきます。この方ね、人を喜ばせるの好きなんじゃないかなというふうに入ってきていますよ。鳥のカードが入ってきています。コミュニケーションのカードですね。ということは、おしゃべりする場所とかね、コミュニケーションの場所、 SNS とかっていうのもあります。なので一番最初、出会いとしては一番ね、可能性があるとしたら SNS ですね。アプリ、 SNS を通じてとか、あとはお友達の紹介っていう可能性もあります。そして主な連絡手段としては LINE とかね、メールとか、スマホを使って連絡し合うっていうのがね、主流かな。一番最初ね、そういう感じで始まっていくのかな。仲を深めていくっていう感じです。で、お話ししてすぐに意気投合するんじゃないかなっていうのがあるので、例えば同じ趣味を持っているとか、趣味を通じてね、 SNS で知り合うとかね、そういう集まりっていうのが入ってきています。あとは SNS じゃなかったとしても、お友達の付き合いでね、人の集まる場所に行って知り合うとかね、おしゃべりして意気投合するとか、そういうのが出てきています。はい、とにかくね、おしゃべりとかね、口元っていうのもね、入ってきていますよ。ではその時の第一印象、お互いのね、第一印象を見ていきましょう。はい、まずあなたの方から感じるお相手の第一印象と、お相手から感じるあなたの第一印象と、それぞれもらっていきます。ね、飛び出してきたんですよね、これね、マジシャンが。ちょっとこれね、一目惚れっていう可能性もありますよ。で、あなたの方がカップの6でね、これ全部正位置でもらっていくので、お相手カップの7。なるほど、一目惚れっていう可能性がね、すごくあります。一番最初に、マジシャンが飛び出してきているので、あとはね、この方と意気投合して、そうね、例えば2人でいろんなことやれるとか、やってみたいなとか、どこどこに行きたいとか、映画とかね、何か趣味を通じて、今度じゃあ行こうよみたいな感じで、結構ノリがね、軽い感じなんですよ。2人とも意気投合していて、テンションが上がってるので、じゃあ次あそこ行くみたいな、行く行くみたいな、好きなイベントとかがあって、今度さ、このアーティストのイベントあるんだけど行くみたいな感じで、気軽にお誘いし合って、もう行く行くっていう感じで、じゃあもうすぐ行こうみたいな感じで、パッとね、すぐデートできるとかね、始まっていくっていうのがね、出てきています。はい、あと、そうだな、趣味がやっぱり一緒っていうところが入ってくるかなと思います。何かを作ったりとかする、そういう場所もあるかな。何々教室とかね、何々体験とか、そういうのもワードとして入ってきますね。はい、お料理とかっていう可能性もあるし、何か体験学習とかね、そういうのも、共通して入ってくるかな。お互いの趣味の、ね、場所で知り合う可能性もあるっていうのがあるので、音楽、体を動かす場所、学ぶ場所とかね、何かしら共通点があるよって、そこで盛り上がるんだっていうのが出てきています。で、最初のね、お互いの第一印象っていうのが、まずお相手ね、お相手あなたに一目惚れすると思います。で、カップの7なんですけど、すごくね、
うわーっていう感じだと思います。衝撃を受けるんじゃないかな、あなたを見た瞬間に。第一印象っていうのはまず外見で入ってきますよね。外見的要素として輝いて見えるって言ってるんですよ、あなたのことを。そしてやっぱり出会いっていうのが人がたくさん集まる場所っていうのが入ってきてますね。それが例えば SNS だったとしても、いろんな人がいる中であなたがすごくね、個性際立って見えるとか光って見えるっていうのがね、出てきています。はい、たくさん人がいる中であなただけっていうのがね、入ってきています。そしてあなたから見たお相手の第一印象なんですけど、やっぱりね、こう意気投合するっていうのがね、入ってるかなと思います。二人とも気持ちがとてもね、高ぶっているっていうのが出てくるかな。共通して一緒にお話ししているので、同じ趣味とかやっぱりあるのかなって、そういう場所で出会う、もしくはお話しした時に趣味が一緒ってことに気づくとかね、そこですごく盛り上がるんだと思います。はい、とてもね、子供のようにキャッキャキャッキャとお話ししながらっていうのがあるので、なんかこう、あなた的にはお相手の外見がすごく自分のタイプとか、あまりね、外見のことはここで入ってこないので、嫌な外見してるとか好みな外見してるとか、そういうところであなたは見ていないんじゃないかなって、このお相手のことを。で、会った瞬間に意気投合するので、お互いパッとね、ひらめくところが出てくるっていうのがね、あります。もちろんお相手もあなたと話が合うなっていうふうに感じてるんですけど、まずね、一番最初に外見がパッと入ってくるって、あとは存在ですね、あなたの存在感が強く入ってくるってお相手は言ってて、あなたは話が合う人だなっていう風に感じるよっていうところがね、出てきています。はい、このようなお互いの始まり見えてきているので、次はそうですね、この方とどんなお付き合いをしていくのか、そして結婚までの道のりを見ていきましょうということで、じゃあね、このままね、こちらのカードからもらっていきましょう。どんなお付き合いになるのか、そして結婚までの道のりももらっていきます。もしかしたらもうすでに出会ってるよっていう方もいるかもしれないし、これから出会うっていう方もね、いるかもしれません。あの人かなとかって心当たりがある方はもうその方ですね。まずどんなお付き合いをしていくのかっていうのをもらっていきます。あ、カップの9番が入っていますね。まずお付き合い編でね、もらっていきます。ソードの2番、はい、でこれがカップのナイト。ロマンチック、なんかお二人ともね、最初の第一印象からカップ出してきてるので、かなりこのお二人のお気持ち通じ合っていたりとか、感覚が一緒だったりとか、あとはその二人とも優しいんですよね、やっぱり。優しくて感情豊かっていうところも入ってきます。そしてどんな結婚生活を送るのかっていうところなんですけど、それもね、こちらのカードからもらっていこうかな。また切っていきます。お付き合いはね、すごく満たされてるよっていう風に出てくるので、充実したお付き合いで、そして2人ともね、愛し合う、ね、もう真心、純粋な気持ちで愛し合うような関係になれるのかなっていうのがあります。ロマンチックな関係ですね。記念日とかデートとかもすごくロマンチックに過ごされるのかなって出てきていますよ。結婚までのこれはね、お付き合いと、次はね、結婚までの道のり、どんな過程をね、過ごして結婚に至りますかというところです。はい、ソードのナイト、とね、入っています。いいですね、いいと思います。で、まずお付き合いの方からね、見ていきましょう。どんなお付き合いをしていくのかっていうと、そうですね、あのね、これね、程よいバランスをお互いとっていけるのかなっていうところがあります。そして中にはね、やっぱりお付き合いしていくと
全部が全部順調ではないと思うので、時には喧嘩したりとかすれ違う時もあると思うんですね。ただそういうことがあってもすぐに仲直りできるとか、あとはお互いお気持ちっていうところがすごくあるんですよ。ワクワクすることが好きとかね、ドキドキするのが好きとか、お互いロマンチックな面も持ってますので、あとそうだな、どっちもね落ち込みやすいところがあるんですよね。気持ちが揺れやすいっていう面があるんですよね。感情豊かってことは、揺れやすいってこともあるので、不安になりやすかったりとか、あとは一回喧嘩しちゃうと落ち込んじゃったりとかするんですけど、どちらか一方がそうなった時、揺れてしまった時でも、もう片方がそれを支えてくれるとか補っていけるような関係性だよっていう風に言われてるんですよね。すごく素晴らしい関係性なんじゃないかなと思うんですよ。たとえ困難があったりとかうまくいかない時があったとしても、支え合ってやっていけるんじゃないかなっていうところがあります。はい、うまいバランスとってやっていけるのかなっていうのがね出てきています。全体的にロマンチックでね満たされていますよっていうのが出てきていますよ。そして結婚までの道のりなんですが、お互いの、やり方というか、ね、結婚までのね、進み方っていう、その独特の方法でいくというか、自分たちらしくいくっていうのが一番入ってきています。はい、何にも縛られることない。例えばね、そう、ご両親の例えばこういう風にやっていきましょうよとか、こういう形式でとか、そういう型にとらわれずに、こう自分たちらしく、あくまでもありのままで自然の流れで結婚に至るのかなという風に出てきています。そしてお相手の方がやっぱりねちゃんと決めてくれるんですよね。プロポーズしてくれると思います。はい、ここね、そのお相手の特徴のところにも相当のナイトさんが入ってきていたので、やはりお相手らしさっていうのもちゃんと出てきていますよ。決めるときにちゃんと決めてくれる方なのかなって。しかも勢いだけじゃなくてね、だからその結婚したいっていう情熱のままに、もうすぐ結婚、じゃあ結婚とかじゃなくて、いろんなことちゃんと考えて、そしてね、もうね結婚っていうのを最後の決め手としてね一言言ってくれるんじゃないかなっていうのがね出てきています。いろいろ考えてくれてますね。決してあなたを縛りつけるようなことというかね、例えばほら結婚してしまったらお仕事変えなきゃいけないのかなとか、その家庭に入らなきゃいけないのかなとか、丸々しなきゃいけないとか、こうなっちゃうのかなっていうところを全てねこう外してくれる、安心させてくれる、あなたが望むのであれば望み通りにするよって、望みを叶えてあげるよっていうお相手がいますね。例えば結婚してからも私はね自分の仕事を続けたいんだとか、あとはそのお仕事だけじゃなくてね、例えばこう家の中にちゃんと入って、家庭に入ってお家のことやりたいんですとか、あとは仕事をしながら趣味もやっていきたいんだとか、そういうあなたの結婚後の計画、自分こういうふうにやっていきたいんだっていう、あなたの意思をちゃんと尊重してくれるっていうのがあります。そしてお互いのご両親だったりとかご家族とも、このお相手ねうまくやろうというふうにバランスとってねやってくれるんじゃないかな。そしてあなたも、例えばこのお相手のご両親に束縛されるというかね、例えばほらその嫁はこうあるべきとか、嫁姑とかね、そういう問題とかも出てこない、ぐらいね自由にやれるんじゃないかなっていうのがあります。そうですね、例えば一つね出てくるのは、もしかしたら一つの場所にとどまらずに転々とする可能性はあります。それはね結婚までの道のりで出てきているので、結婚に至るまでの間にもお相手のお仕事の都合か何かで何回か引っ越しをする可能性もあります。一つの場所にとどまらないっていうのが出てくるかな。あと少し距離が離れる可能性もあるんですね。結婚までの道のりですよ。はい。なのでお相手がお仕事的に出張に行く仕事が多いとかね、あとはそうだな、一回転職されるっていう可能性もありますね。結婚までの間にね、どちらかが、あとは引っ越し、場所を移るとか、同棲っていう意味でね場所を移るっていう可能性もありますしね。ただ
距離的に離れているだけであってとか距離の移動なだけであって気持ちの変化はないんですよね。お互いこう気持ち変わらずやっていくよねっていうところがちゃんと出てきています。はい、というふうに結婚までの道のりも見ていきました。で、あとはですね、次も出していきましょう。このお相手の結婚観、どんな家庭を築きたいって思っているのか、またどんな結婚生活になっていくのかっていうのもね、もらっていこうと思います。ということで、こちら一回ちょっとね持っていきますよ。でもね、すごくね満たされるお付き合いっていうのが出てくるのでいいなって思ってますよ。素晴らしいですね。はい、ではこの方の感じている結婚観もらっていきましょう。まずどんな家庭にしたいと思ってるのか、ただねすごくロマンチックな方っていうのも入ってくるので、この方ね、すごくロマンチックな家庭像を描いている可能性もありますね。どうかな？はい、もらっていきましょう。うん、力のカード。素晴らしい。お、エンペラーのカードだ。すごい。これ、どちらもね、大きなこと考えてる。この方にとってやはりこの結婚っていうのはすごく自分の中の大きな節目だったり大きなワードだったりするっていうふうにまずね言われていますよね。もともとそのみんなで仲良くやるのが好きとか、ね、調和のカードが入ってるので、家庭に対して憧れている部分があったりとかっていうのももともとあるんですよね。この方がもし自分で結婚するとするんだったら、自分がしっかりと家庭を築いていくんだとか守っていくんだっていうね、意志とかパワーとかもすごくあるんですよ。みなぎってるんですよ。結婚したらロマンチックなお付き合いからそこプラスね責任感とかもうどしっと出てくるんじゃないかなって、気持ちがすごくねシャンとするというか、別にちゃんとしてないわけじゃないんだけど、より一層強くなれるっていう風に言ってるんですよね。とても力強いカードが2枚とも入ってきていて、守るよっていうのが出てくるんですよ。どんなことがあっても、ね、僕私が守っていくよとかね、すごくね家庭的な方になるんじゃないかな。安心して頼っていける、で守っていける一家の大黒柱みたいな感じでね、自分やっていきますよっていうのが出てくるかな。優しい。あと、で、あとペットさんを飼われるっていう方もいるかもしれないし、でお子さんとかペットさんをすごく大切にするし、もちろんねあなたのこともすごく大切にするね、すごく優しくて力強いカードが出てきています。安心して任せられるんじゃないかなっていうのがあります。で、この方の考えなのでね、自分が守っていくそういう家庭を築きたいんだってことをねこの方言ってますし、考えてるだけじゃなくて実際行動にちゃんとね出してくれるんじゃないかなって、何の迷いもないんですよね。はい、というのが出てきています。では実際じゃあこの方と結婚したらどんな結婚生活になりますかっていうところをね少しもらっていきましょう。これね、オラクルも足しながらもらっていこうかなと思います。まずどんな結婚生活になるのか、いやこの方有言実行っていう感じがするので、ここにもここにもここにもナイトのカードが出てきてるので、動くっていうのをちゃんとね行動に表すよっていうのを言ってるんですよね。だからこの方こうちゃんと自分から動ける方っていうのがね出てくる。あ、カップのナイト出てきてますね。同じカードが出てきてるんですよ。お付き合いと変わらないような結婚生活になるよっていうふうにまずね一つ出てきています。そう、すごいですね。しっかりとした意志っていうのも感じられるし、ちゃんと動くっていうところがあるから、例えばこの家族家庭を築いた時に何か困ったことがあるとか決めなきゃいけないことがあるとかね、例えばお家のことだったりとか、家計のこととか、そういうのも全てね安心して任せられるんじゃないかなっていうのが出てきています。困ったことがあってもちゃんと自分から動いて決めていくっていうのがね言われてるし、あとやっぱりねロマンチックなんですよね。結婚してからもね変わらずね愛情はね変わらないよっていう風に言われてるんですよね。しかも恋人のような甘さが残ってるんですよ。
はい、ということで他にもねオラクルから何枚かもらっていこうと思います。すごくね家庭的でしっかりと守ってくれる優しいっていうのもあるんだけど、プラスねロマンチックな、うん、関係性も続いていくよって言われてるので、いやすごいね理想の方っていうのがあるかな。おっと待ってくださいね、これはちょっと違うかな。ちゃんとね動いてくれますね、迷いが全然ないこの方。もう惚れちゃうよ、この時点でもう惚れちゃうよねっていうところがあるかな。はい、カラーカードからもねもらっていきましょう。アプリコット、喜びと笑いにですね、なんかアットホームな家庭になるっていう感じもする。はい、いろいろとねどんな家庭になるかもらっていきましょう。どんな結婚生活になるのか、うん、まあ元気いっぱいですよね。お子さんとかにも恵まれてアットホームな家庭っていうのが入ってくるかな。少し飛びましたね、飛んだのもらっていこうかな。うん、お互いの信頼関係もちゃんとしっかりとね築き上げられてるし、あなたが頼れる存在としてね大きい存在ですよね、やっぱりね。ここにいるのでやっぱりこれかな、ペットさんをね飼われるっていう方もねいるのかな。はい、というふうに、ね、出てきていますね。優しいし家庭的だししっかりしてるし守ってくれるしっていうところもあるし、困ったことがあってもかばってくれるっていうかね、あの身を挺して守ってくれるってところもあるんじゃないかな。うん、あなたが気に病んでる時とか心配事がある時っていうのも盾になってくれるっていうかね、自分の身を挺して守ってくれるってところもねありますよ。すごくねこれ喜びとか笑いっていう風に書かれてるので、笑顔の絶えない家庭になるとかね、もうねみんな家族みんな仲良しで一緒に出かけたりとか、常にね家の中でね笑いが絶えないとかね、しかもその笑いっていうのがそのお笑い要素っていうよりはどちらかというとニコニコ要素、仲良しっていうね、つながりしっかりあるよっていう感じがする。なんかギャグを言ってわははって笑うっていうよりはなんか常にね微笑ましい仲良しの家庭っていうのがね入ってくるかなと思います。はい、でねあとはねこちらのねオラクルからも少しもらっていきましょう。もう一枚ね、いいですね、なんかねアットホームでね、この方もすごくねもう自分しっかりやっていくよっていう意思がちゃんと出てるので、夢を実現化する力を持ってるんじゃないかな。いや素晴らしいですね。あ、ホープのカードが出てきた。すごいすごいな、この人。この人もともと自分のその夢とかあと直感に冴えてる方だから、その自分がねこうなんじゃないかって思ったことを実現する力も持ってるよって言われてるんですよ。あのこのカップの点もね虹が出てるので、そう、その7色の色をねまとめて光り輝かせていくっていうようなねイメージも入ってくるんですよ。つまりいろんな人たちをまとめ上げていく力も持ってるし、それがなんか自然とできちゃうっていうのもね出てるんですよね。すごいな、なんかねアンズ色にホープのカードも出てきたら、この方にとってその家庭ね、ご自身の築かれていく家庭っていうのが理想をね現実化させていくから、すごく調和の取れたような家庭環境にしたりとか、関係ね家族関係が仲良かったりとかね、旅行とかもねいいんじゃないかな、家族で出かけるっていうのもねしてくれるんじゃないかなと思います。すごくポジティブなカードなのでね、この2枚ともね、喜び笑いとか協調とかね希望とかね、だからどんなことがあっても諦めないとか、ネガティブなパワーをポジティブなパワーに変えるっていう、この家族そのものがね、この方だけじゃなくてあなたとかあとお子さんとかもね、その家族全員がポジティブなパワーを生み出す力を持ってるよっていう風に言われているので、チームワークとかね家族の絆っていうのがねすごくいいんじゃないかなと思います。ね、こういう風な家庭になっていくよっていうのを見ていったので、ではねちょっとねアドバイスもらっていきましょう。この方じゃあもうすでに出会っているかもしれないし、これから出会うかもしれないんですが、そうだな、ちょっと待ってくださいね。そうね、もしこれから出会うよっていう方は
出会った瞬間にね、こうすぐ意気投合するので、わかるんじゃないかなと思います。はい、そしてちゃんとね、行動に表してくれる人なので、パッとね、行動に移すとか、あとゆっくり動くとか、その時々のタイミングによって、動く速度っていうのは変わってくるんだけど、でもちゃんと決めて動くっていうところは共通して全部入ってきてるんですよ。しっかり考えて動くっていうのが入ってくるので、衝動的に動くっていうよりはちゃんと考えて動いていくっていうのが入ってきています。とにかく動く、決める、決めるならもうこの方からっていうのがあるので、安心して身を任せていいと思います。で、そうですね、結婚、この方とお付き合いして結婚までの道のりとしては、まあね、電撃婚ではなさそうですね。そういう意味ではしっかりとお相手考えてくれてるので、将来のこととかね、ある程度年月はかかるでしょうって、そのそうですね、世間一般的に言われている、まあ、大体のお付き合いの期間っていうのはありますね。はい、決してすっごい長すぎず、例えば10年はまああるか、20年30年付き合ってからの結婚っていうよりは、あとね、出会って1ヶ月で結婚とかっていうよりは、そうですね、順調に交際されて、で結婚への段階を踏んでいくっていうね、まさに絵に描いたようなお付き合いっていうね、理想的なお付き合いっていうところが出てきています。かつ自分たちらしさっていうのもね、持ちながらっていうのもありますね。割とね、お付き合い、そう、出会ってからお付き合いまでは順調にね、物事が運んでいく、トントンと運んでいくんじゃないかなと思います。告白もお相手から、プロポーズもお相手からっていうところがあります。はい、とにかくね、お相手が決めてくれるんじゃないかなって、すごく待たされるってこともないと思う。まさにあなたの望んでいる通りに、望んでいるタイミングでお相手が来てくれるというかね、そういうところもありますよ。はい、ということで、では何かアドバイスを、おー、素晴らしいね。さっきも一番最初にも言った通り、色気のある方っていうのもね、入ってきていますので、あなたにもね、色気ありますよっていう風にね、出てきていますよ。何枚かね、アドバイスもらっていこうと思います。あなた自身もすごくモテる方なんじゃないかなと思いますね。はい、何回か声かけられたりとかすることとかもあるんじゃないですか。このお相手だけじゃなくて、そのいや私全然モテないんですとかじゃなくて、今まで告白されたことがあるとか、異性から声をかけられるとかね、あるんじゃないんですか、そういう経験が。全く今までモテたことない、なんか告白されたことないっていうよりは、どちらかというとあなたは、モテ側なんじゃないかと思います。あなたの、虜になる人がたくさんいるよっていう風に出てきているので、そう、あなたはね、すごく美しいんだよっていう風に出てきていますよ。今ね、アドバイスを何枚かもらっていきましょう。で、今もうすでにね、出会ってるよっていう方もいれば、いや、これからね、出会うんですって方もいると思います。で、その出会ってないですっていう方でも、出会ってますっていう方でも、この結婚相手の方と順調に進めていくためにとか、あとはこれから出会うよって方は、今自分がじゃあ何をすればいいのかなとか、もちろんね、出会ってる方でも今のあなたに何か必要なことだったりとか、今これやっとくといいよっていうアドバイスをね、いろいろともらっていこうかなと思っています。じゃあね、カラーカードからもね、もらっていきましょう。この方と家庭を築いたら、隠し事が全然ないような家庭になるんじゃないかな。そのお友達とかよりも家族で遊んでる方が楽しいとかね、家族の時間がすごく楽しいとか、お相手もあなたもそう感じるんじゃないかなと思います。お、ローズのカードが出てきていますね。え、理想的な関係を引き寄せるっていうね、引き寄せのカードが入ってきています。あ、こちらもね、シルバーもね、入ってきています。粘り強くやり遂げるっていうのもね、入ってきていますね。あ
とはね、タロットカードからもね、1枚ずつもらっていきます。とにかくすごくね、色気っていうのがね、ガツリと出てますね。ガツリと。はい、1枚もらっていきます。お、ワールド、ワールド、ワールドだ。素晴らしいですね。あなたはすでにもうね、十分ね、やっていますって、努力されてますって。もう間もなく、今ね、出会っていない方でももうすぐね、出会えるよって。理想の方なんですよね。あなたのまさに理想の方っていう風に出てきていますし、その逆もしっかりですよ。向こう、お相手側からもね、あなたも理想的な方って、すごくね、魅力的なカードがいっぱい出てきているんですね。ではこのね、イケメンタロットから最後にね、このお相手から一言もらっていきましょう。もしかしたらこれ複数出す可能性もあるかも。今このお相手があなたに対して何かメッセージください。お、チャリオット、すごいな。このお相手すごいな。とにかく迷いがない、もうあなたにまっしぐらですよっていう風に言われてるんですよ。出会った瞬間からもうすでにね、結婚とかね、しっかり考えてる可能性もある。大アルカナ出てきているし、もちろんね、このイケメンくんのタロット、こっちのそのお相手の特徴としても使ってるんですけど、特徴以外のところ、そのこれからの恋愛とか結婚とかのことを聞いていくと、かなり強いカードがね、出てくるんですよね。すごいな。まずね、あなたのアドバイスね、もらっていきましょう。はい、まずあなたへのアドバイスとしていろいろとね、カードを出していってるんですが、まずここ少し寄せていきますね。はい、ということで、まずラッキーカラーとして、ローズ色、バラの色ですね、赤い色ですね。バラの中でもローズ色、本当のシンクの色、そしてあとシルバーがあるので、シルバーアクセサリーもいいですね。シルバー2つ入っています。そして番号としては6番、27番っていうのもあるので、あとはね、3もいいかな、10とかね、あと3、6、9、このあたりがいいかなと思います、番号としては。で、色はね、先ほどもお伝えした色とかアクセサリーとかあります。で、あとはバラがあるので、バラをね、モチーフにしたものだったりとか、実際の植物、バラを使ったりとか、ハーブティーを飲んだりとかっていうのもおすすめです。で、バラは美しさを表す色でもあるし、女性の魅力を引き出す色で、若返りっていうのもね、入ってくるんですよね。なので、美しさ、あなたの美しさを引き出してくれる、バラ、存在、色っていうのもね、出てきていますので、これうまく使っていくと、引き寄せっていうのがね、入ってくるかなと思います。これから出会うよっていう方はね、このあたりを意識してみてください。で、もうすでに出会っている方の中にいるっていう風にね、心当たりのある方っていうのも、この方と関係性を進めていくにあたって、バラがね、ワードとして入ってくるかなと思います。バラを飾るのもいいし、バラの柄のね、お洋服着るのもいいんですけど、一番いいのはハーブティーを飲んだりとか、あとはね、あとこの今ね、このアロマソルトにもこれ今バラの花びら入ってるんですけど、このように雑貨、バラの花びらをね、散りばめるとか、そういう自分の体に染み込ませるっていうのがね、いいかなって思います。アロマオイルとかもおすすめですね。精油がいいかな、バラの。はい、というふうにあります。あとね、これね、あなたの魅力についてすごくね、語ってるんですよ。で、これから引き寄せたいとかっていう方、出会っている出会ってない関係なく、引き寄せとにかくね、強めたいんですっていう方は、自分磨きっていうのがあるんですね。でも、もちろんあなたはすごくもともと魅力的な方で、色気がすごくあるっていうのね、出てきてるんですけど、さらにね、輪をかけるように磨いていこうっていうのがね、言われてるんですね。気を緩めるなと言われてるんですよ。いつでも気合い
うん、準備万端な状態でっていう風に出てるので、少し面倒かもしれないんですけど、すぐそこまで出かける時でも身なりはしっかりしておくとか、がっつりメイクしなくてもいいけど、なんとなくね、あの身だしなみ整えておくくらいで、まあ、自然体なまま、まあ、自然体でもね十分魅力的だよっていう風に言われてるので、まあ、あまりね極端にボサボサしてなければいいんじゃないかと思うんですけど、あと自分磨きね忘れずにねっていう風に言われてるので、常に自分っていうのを意識されることで、例えばそのメイクとかファッションだけではなくて、体の健康をいたわっていくこと、健康体の美しさだったりとか、ありのままの美しさっていうのも入ってくるんですね。もともと持ってる魅力がにじみ出ているので、そうですね、特に意識しなくてもね、いつも美しさ放ってますから、強いて言うんだったらバランスですよね。心身のバランス、疲れてる時とかってやっぱり顔に出やすかったり、エネルギーもよどんできてしまうので、自分の健康状態とか、あと睡眠のバランスとかを整えていったりとか、意識したりとか、心に余裕を持つために瞑想の時間を取り入れたりとか、ストレッチすることで、循環が良くなっていくので、あとはね、ありのままのあなたの魅力、もともと持ってる魅力がすごく強い方なので、それでいいんじゃないかなっていうのが出てきていますね。はい、そしてこれ怒りのカード、アンカー出てきていますので、お相手とね信頼関係築いていくっていうのがある。ちょっと待ってくださいね。これここに塔のカード、お相手の特徴でね塔のカードが出てきていて、ここね奥にね塔があるんですよ。展望台あるんですよね。でここお相手とあなたの間にしっかりとした信頼関係を築いていくっていうのが出てきているんですね。このお相手、一見すごく柔らかくてみんなに優しくてって、リーダー的存在でとかっていうのも入ってくるんですけど、実はね心の奥底ってすごく情熱的な方だったりとか、ね、こう奥底まで行かないと見えない部分っていうのを持ってるんですよ。でそこにあなたが潜り込んでいけますからって、信頼関係がちゃんとあればこの方っていうのは素直に心を開いてくれるっていうのがあるので、ぜひねこの方の心の奥底のお付き合い、あなたがしていけるようにね、ここ信頼関係っていうのが出てきています。でも心配することないですよ。じゃあ何かやんなきゃいけないのかなとか、私まだ信頼されていないのかなとかじゃないんですよ。もうすでにあなたはすごく魅力的で完成されてますって言われてるので、自分の世界観をね持ってやられてください。そのままで大丈夫です。でね、言うんだったらそのバランスね、心身のバランスね整えていきましょうっていうことぐらいで、まあ、あとバラとシルバーアクセサリーっていうのもありますけど、今のまま十分魅力的ですって言ってますね。あとは姿勢を正すことっていうのが入ってくるので、ここで何かピンとくる方もしいらっしゃれば、姿勢を正すっていうのがねいいかなと思います。でそのためにもねストレッチだったりとか、あとヨガとかね開脚とかね、そういうのもいいかなと思います。デスクワークしていて肩こりひどいとか、背中曲がってきてるなっていう方とかは、意識して姿勢を正すストレッチやってみてください。このようなことをね今アドバイスとしてもらっています。そして最後にこのお相手からのメッセージもらってるんですが、お相手ね積極的にアプローチしてきますって言われてますね。すでに出会っている方であっても、お相手からのアプローチ受けてる方いるんじゃないかなと思いますね。これから出会うよっていう方でも、もうねナイトがあちこちに散りばめられていますし、キング皇帝のカードも出てますので、ちゃんとね自分からね動きますよって、自分から行くのでね待っててくださいってぐらいの勢いでねやっていきますよって言ってます。強い意志で告白もねプロポーズも全部このお相手っていうのがちゃんとねありますね。強い意志持ってますね。でもあなたのことをすでに知ってる可能性が高いんですよね、このカードから受け取るには。いや全然身に覚えないっていう方でも、あなたの存在を知っていて遠くから見ていて、今からねアプローチしようとしているところだよっていう感じもする。あ
なたが気がついていないだけでこの方いると思いますね、すでに近くに。はい、ということでこのお相手からのねメッセージもらっていきました。動いていきますよっていう風に、あなたに向かっていきますねっていう風に言われてますよ。はい、こちらもお受け取りください。今回は結婚相手の特徴について見ていきました。出会ってから交際までは順調に進んでいきますし、交際から結婚までの道のりっていうのもあなた方らしく進んでいきます。で、困難っていう困難も特にないんですよね、このお二人っていうのは。もしあったとしてもお互い補っていける関係性だよって、そしてお相手が守っていくからねっていうのを全体的にね、あと自分が動いていくからねっていうのがね入ってきています。はい、すごく頼りになるお相手です。参考にしてください。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは結婚相手の特徴について見ていきます。はい、よろしくお願いします。まずは結婚相手の特徴として外見、性格、あとお仕事とか何か好きなものがあるのか特徴いろいろともらっていきます。何枚かカード出していきますので、その後にねバーッと言いますので、少しお待ちください。カード出すまでいろいろね何枚か出していこうかなと思っています。ということで、このお相手の特徴を教えてください。はい、まずもらっていきましょう。ん？マゼンタ出てきていますね。マゼンタですね。はい、赤紫色なんですよ。ということで、他にもね、いろいろともらっていきます。マゼンタ、赤紫色の服ってなかなかないですもんね。なのでね、例えばこの結婚相手が女性の方とかだったら、ネイルとかね、よくあるかなっていうふうに思うんですけど、リップの色とかね。男性だったらあまりマゼンタの色使わないかもしれないですよね。なので、色としてはね、あまり考えなくても大丈夫かなと思います。ロマンチックなカードが入ってきてます。デートのカードが入ってきてる。この方の特徴をね、いろいろもらってきます。もちろんね、これ色だけが全てじゃないので、いろいろともらっていきます。癖っ気の方っていうのが入ってきますね。うん、直毛より癖のあるか、癖毛のある方、癖のある髪の毛の方。はい、星座としてはヤギ座ですね。ヤギ座のカードが入っています。可能性としてヤギ座さんの可能性が高いかなというところはあります。これまあもちろんね、色とか星座とかは、まあ、可能性の一つとして取っていくんですけど、このカードの意味はね、ちゃんと読んでいきます。いろいろと特徴をください。やっぱり、癖系かなーっていうのが出てきています。うん。か、もしくは、髪を巻いているとか、パーマかけてるとか、アレンジされてるのかなっていうのは出てきてますね。あと他に特徴があるかな？はい。無知のカードが出てきていますね。あとこれか。フェアリーからももらっていきましょう。この方ね、そのいろんな色あまり使わないかもしれないです。そのお洋服の色っていうのが。3色、4色とか、例えば、赤、白、グレーで3色でまとめるとか、で、プラス赤の小物、差し色入れるとかじゃなくて、結構統一感があるんですよね。同系色でまとめるか、ね、例えばね、今日はオールブラックの日とか、あとは今日は暖色系の日みたいな感じで。あと、女性だったら、こう、ワンピースとか、まあ男性もね、スーツっていう可能性もあるかな。そういう意味で一色っていうのが出てくるのかな。その制服だったりとか、
お仕事でもね、制服スーツのお仕事だったり、あと白衣みたいな感じでね、そういうなんか決まったお仕事の仕事着があるとか、私服もね、なんか一色に統一されてる感じがするんですよね。あとドレス、ワンピースとかね、そういう感じですね。今日は赤中心の日とか、そうですね、今日は白っぽいしみたいな感じで、あと例えて言うんだったら白シャツのイメージみたいな感じで、この人って言ったらこのイメージだよねみたいなのが、出てくるかなと思います。そういう意味でこうはっきりした色味があるのかな。この人といえば白シャツよねとか、この人といえば黒のタートルネックよねみたいな、なんとなくこうイメージ、色のイメージカラーっていうのが出てるのかな。あとは着る服がね、その日によってちゃんとあるのかなって、いろんな色あまりごちゃ混ぜに使わないっていうのがあるかなっていうのがね、出てきています。はい、あとはイケメンのタロットさんからもね、笑っていきますよ。この方ね、ロマンチックな方なんですけど、あの真面目さんですね。真面目、分かりやすく言うと真面目さんとロマンチックが混同してるというか、どっちもある、どっちの要素も持ってる。基本真面目ですね。多分この方デートのお誘いするときもすごくね、真面目に誘ってくれるんじゃないかなっていう、ピュア、あんまりこうチャラチャラしてない感じもしますよ。で、今回ね、ごめんなさい、言い忘れてました、カード全部正位置でもらっていきます。で、この方の特徴がワンドのキュート、なるほど。そしてこれもワンドですね、ページさんと、はい、もう一つが、お、女帝のカードが入ってきてる。すごくね、魅力的な人だよっていうのがね、入ってますけど、やはり、髪の毛は巻いているとか、パーマかけてるとか、アレンジしてる、まあ、あとは癖のある髪の毛なのかなっていうのは、すごくね、入ってきています。そして、外見的な要素で言えば、この方は、まず体つきとしては、丸みのある体っていうのが入ってきています。これは性別問わずですね。柔らかい肌をしているとかね、皮膚あるじゃないですか、特徴として。柔らかい持ち肌だったりとか、柔らかそうだなとか、あとはもう丸みのある体、ボディラインがね、こう丸いっていうか、カーブのあるような、まあ女性だったらすごくね、魅力的な体だったりとか、男性でも、例えばね、手がドラえもんみたいな手ってわかります?あの、私ね、知り合いでいるんですけど、ドラえもんみたいな手の人がいて、丸いんですよ、手が。私もあまりそのこと言えないんですけど、手の先があまりこう骨張っていなくて、で、お肉がついていて、丸みのあるお手手をしていて、その人ってね、あの友達でいるんですけど、歩くときね、いつもグーで歩くんですよ、こうやってグーで歩くの。男性なんですけど、みんなさん歩くときって、自分の手の形わかります？どうやって歩きます？こうやって歩きます？こうやって歩きます？こうやって歩きます？なんかね、その私の知ってる子はグーで歩くんですよ。だからそれを見てるとドラえもんみたいだなって思っちゃう。なんかシルエットがね、丸みのあるんですよ、男性でもね。まあ今手でねお話ししたんですけど、手だけじゃなくて、例えば頭の形が丸いとか丸顔とかね、あと目が、瞳が丸いとか、とにかくこう丸いっていうのが入ってくるんですよ、この方の特徴として。柔らかいとか丸みとかね、そういうのも入ってきます。はい、そしてもしかしたら、そうですね、背が高い方もいるかもしれないけど、どちらか、そうですね、背はね、ばらつきがある感じがするんですよ。すごくね、背が高いっていう感じもしないけど、でも平均か、もしくは平均よりちょっと低いかなっていうね、感じもする。そう、ばらつきがあるので、これはね、身長に対しては、あの、一つね、これっていうのがね、あまり出てこないですね。はい、ばらつきがあるということね。で、あとその他の特徴として、
お仕事としてはね、この方真面目な方っていうのもあるんだけども、何かを作り出す生み出すようなお仕事されている可能性もあります。クリエイティブなお仕事と言っていいんでしょうか。アーティストだったり、あとはアート、お仕事じゃなくても絵がうまいとかね、カラオケ行ったら歌がうまいとか、そうですね、声に特徴があるとかね、あと昼夜逆転してお仕事されてる方もいるかもしれませんね。あと夜遅くまでお仕事されているとかね、っていう可能性もあります。あとはお仕事だけじゃなくて、時には人を厳しく、部下を厳しく育てるとかね、っていう方もいるのかもしれないなと思いました。何かを決めるお仕事、リーダー的な立場ですよね。誰かに言われて、部長どうしますとかって言われてね、部下に言われて決断していく、みんなを引っ張っていくようなお仕事っていうのもあります。すごくね、ピュアでありながらも真面目っていうところが出てくるので、それを活かしたようなお仕事もされてるのかな。クリエイティブ以外だとしたら、カチッとしたお仕事だったり、カチッとしたってどういう仕事なんだよっていうふうに思うかもしれないけど、定時がしっかりしているとか。でもね、なんか夜遅くまで残業してるっていうようなイメージもするんですよね。ついつい引き受けちゃうところもあるのかな。あとは心がすごく優しいんだけど、時にはね、厳しく接していかなきゃいけないような、役割を担っているというかね、人間関係でもそうかな。お仕事だけじゃなくて、基本優しいんだけど、お友達に対してもね、言うところちゃんと言うよっていうところはあるのかな。優しさゆえにね、指摘するところは言うよっていうところもあるのかな。はい、思います。でもすごくね、誠実な方なんですよ。まっすぐでピュアだからこそ、曲がったことが嫌いっていうのもあるんでしょうけど、例えばね、友達が悪い道に走ろうとしてる時、中高生の時とかね、こう非行に走ろうとしてる友達を見かけると止めようとしたりとかね、正していこうとしたりとか、なんだよお前って言われたとしても、構わないと、それはダメだよってちゃんと言えるような方なんじゃないかと思います。でも豊かな方なのでね、感性が豊かな方なので、植物が好きだったりとか、やはりそうですね、アート、そうだな、五感を使ったお仕事っていうのが入ってくる、手に職をつけていたりとか、音楽、耳を使うお仕事、目を使うお仕事、そうね、物事を判別できるようなお仕事ですね。あとは、測るお仕事だったりとか、食べる食ですね、食とか、あとお洋服とかね、美容師とか、美に関することだったりとか、芸術関係、あとそうですね、人脈が広がるようなお仕事だったりとかね、そういうのもあります。そうですね、はい、お仕事的にはそのようなお仕事、もしくはね、趣味ね、趣味としてもうこれすごく好きなんだって、音楽とか絵が好きとか、絵描くと上手とかね、手先が器用とか、そういうのがあります。料理が好きとかね、そういうのも入ってくるかなと思います。はい、で外見的な特徴と、あとお仕事の特徴で、内面的なことも言いましたね。あとこの方ね、いろいろと準備するっていうところもあるんですね。しっかりと準備して動いていく、動くんだったら計画立てていく、だから旅行に行くとしても、パッと思いついたから行くとかじゃなくて、旅行に行くんだったらいろんな準備する、なんかね、一泊2日の旅行なのに、それ1週間分ぐらい荷物あるよねっていうぐらい、充電器3つ持ってきたりとか、準備準備ね、予備には予備よみたいな感じで、すごくね、いろんな荷物持ってくるタイプがこの人っていう感じですね。綿密に計画立てるってところもそうだと思う。例えばね、京都に行こうっていう計画を立てて、でただね、京都に現地に行ってホテル押さえといたから、あと自由になんかそこら辺見て歩こうぜっていう感じじゃなくて、もうここね、お昼はここだよって、ここは1時間ぐらい人が並ぶから、このぐらいの時間に行って並んで食べてって、食べたらじゃあ次ここに行った方がいいとか、段取りがうまいのもあるし、
うん、用意周到っていうのもね出てきますね。はい、であとね、真面目だけど準備もねちゃんとしっかり計画も立てるんだけど、ワクワクするのも好きなんですよね。だからその、うん、好きなこともちゃんとやるんですよ。うん、そうですね。あと若い頃に、この方が10代とか学生の頃とかにいろんなこと経験して、その経験が今に生かされているっていう可能性が高いですね。はい、例えばその10代の時に、そうですね、なんか趣味を始めて、それが今のお仕事につながっているとか、そう、なんかその中高生の時に訪れた場所にすごく感化されて今そこに移住して住んでいるとか、そのね、そのティーンエイジャーの時に何か影響を受けたことが今ね花開いている可能性が高いですね。はい、もともと感性豊かですしね、真面目な方っていうのもあります。何かこうおっちょこちょいな一面もあるんですよね。準備してるんだけど抜けてるところも感じられるんですよ。だからさっきも言ったみたいに、それ1週間分だよねっていう風に突っ込まれるぐらいの、うん、まあ可愛らしい一面もあるんですよね。めちゃくちゃ真面目で準備するけど、すごくねその可愛い意味で度が過ぎてるところがあるから、おっちょこちょいな面、どじっこな面もあるんですよね。いやいやいや、やりすぎでしょみたいに突っ込まれるところもあるし、でかつ一個だけ重要なもの忘れちゃったとかね、旅行に行くのに、えってあんなに用意したのに財布忘れたのとか、なんかそういう感じもする、あの旅行先とかで落とし物したりとかするタイプっていうのもありますね。抜け目なくやるんだけど、実はね抜けちゃってる感じもするんですよ。今例えてね旅行の話で言ったんですけど、旅行だけじゃなくてもね、いろんなところでこの方のドジっ子な面があるかな。なんか転びやすい人っていうのがあるんですよね。そう、普通にね転ぶんですよ。何もないところで転ぶ、あの地面、普通の真っ平らな道路で転んだりして、え、そこ転ぶみたいな感じで突っ込まれたりとか、あとあの電柱にぶつかったりとかね、え、そこみたいな感じのツッコミが入る。その電車乗ろうとして切符だったりとか IC カード通そうとしてる時とかだったりとかにも、なんかこう不都合が起きてピーって自分だけ止まっちゃうとかね流れに乗っていけない、みんながスラスラって改札抜けていく中、自分だけウィーって止まっちゃってみんなから注目集めたりとかするっていうところもあるかなと思います。そういう抜けてるところもあるんだけどねっていうところが出てきていますよ。でもね、この方すごく真面目な方。はい、ということでこの方の特徴を見ていきましたので、ちょっとねまとめさせていただきます。はい、ただね情熱すごくね持って取り組まれてるので、何事にも一生懸命なんですよね。小さなことも一生懸命取り組むよっていうところがねあります。はい、ということで、あとモテるんじゃないかなこの方。はい、女帝のカードが出てるので、若い時からモテるっていうのがあります。あの学生の頃からすごくモテていたんじゃないかなというのがねありますよ。では続けてねもらっていきましょう。今この結婚相手の特徴をもらっていったので、この他に、出会いをね見ていきましょう。どんな出会い方をするのかっていうのをもらっていきます。はい、ではこちらのタロットカードから、ちょっと待ってくださいね、出会い方はねルノルマンでもらっていきます。ルノルマンからどんな出会い方をするのかもらっていきましょう。中にはねもう出会ってるよって方もいるかもしれないし、いやこれからですっていう方もいるかもしれないんですけど、はい、もらっていきましょう。うん、17番コウノトリさんのカードが入ってるので、これねコウノトリさんってあの移動とかをね表すんですよ。なので、旅先だったりとか、あとはあなたが新しい職場に行った時、学校とかでも進学を迎えた時とか、季節の切り替わり、年度の切り替わりとかね、新生活がスタートする時とか、引っ越しした時とか、うん、場所が変わる時、あとは少し遠出して遊びに行った先とかね、イベントに行った時とか、そういうのも入ってきます。で、あとはこのコウノトリさんっていうのは出産を表すカードでもあるんですよね。例えばお友達、あとは自分のご兄弟とかが出産っていうのを迎えて、でそれをワードでね入ってくるんですよ。なので出産のお祝いを探しに行ったら、
そのお店で出会うとかね、え、ありえるのっていう感じするじゃないですか。でも、え、ありえるのっていうのがこの方の特徴で入ってくるので、そうなんですよ、意外性がある方っていうのがあるので、え、だから出会いもね、ちょっぴりね、意外性があるんですよね。え、日常の中プラス意外性なので、引っ越した先のお隣さんだったりとかね、ありえるのっていう感じするじゃないですか。それがありえちゃう人なんですよ。そういう感じ、旅先でたまたまね、声かけられるとか、声かけられるっていうのはナンパされるとかじゃなくて、何かがあって、例えば本当に意外性な方なんで、旅行に行ったら、そのね、自分が観光しているところで隣でね、電柱にぶつかってる人がいて、大丈夫ですかっていうのがきっかけだったりとか、旅行っていうよりは、そのあなたの生活環境が変わった時っていうのがあるので、うん、あとは季節の変わり目かな、冬から春になる時とか、春から夏になる時、あとは、え、水辺に行った時、海とかね、行った時とか、そう、海外とかね、そういうワードも入ってきます。はい。で、あとは、え、環境が変わった時、新しいものを買った時、大きな買い物をした時、パソコンを買ってネットを始めるとか、あと大きな家電を買うとかね、そういうのも、そうですね、タイミングとして入ってくると思います。うん、そう、自分のお家の中に大きな家電をお迎えした時とかね、あと普通にあのお仕事の移動があった時とか、人事異動とかで人が入れ替わる時っていうのもね、入ってきますね。そういう時に出会うよっていう風に言われています、この方との出会いです。あとはその場所だけじゃなくて、自分がそのお仕事を就職しようって決まった時に、ちょうどそういう時期、季節、就職のタイミングで仕事場で出会うんじゃなくて、自分がね、仕事決まったぞって、じゃあその仕事決まったからお祝いで友達と遊びに行った先とかね、その自分の人生の節目で出会うっていう風に出てるんですよ。はい。で、そして見ていきましょう。全部ね、整地でもらっていきます。この方とどんなお付き合いをね、していきますかっていきます。出会い方でお付き合い、あ、ごめんなさい、これね、一回しまいますね。今私が質問を間違えてます。一回切り直します。出会いを見たので、お互いの第一印象ですね。ごめんなさい、私が質問を飛ばしてしまった。まずお互いの第一印象をもらっていきます。まず、あなたから見たお相手の第一印象、そしてお相手から見たあなたの第一印象もらっていきます。はい、これはね、続けてもらっていきます。では、まずあなたから、はい、あなたから見たお相手の第一印象がワンドの7です。はい、次、お相手から見たあなたの印象です。お互いの第一印象としては、お相手ね、スターのカードをね、出していますね。うーん、なるほど。はい、お互いの第一印象ですね。ね、あなたのところに、あ、ワンドの5番ですね。7じゃないや。ごめん、目が悪くて、5が7に見えてた。ワンドの5番が入ってるので、お相手がね、アクティブに動いているな、あの人すごくね、せわしなく動いているなとか、忙しそうにしてるなっていうのが、まずあなたの印象として入ってくるんですよ。ね、お相手のことをね、第一印象って言ったら、外見とかね、まずパッと入ってくるものが第一印象じゃないですか。でもあなたの場合は、お相手の例えば外見的特徴についてどう思うとかじゃなくて、このお相手が、なんだろうな、慌ただしく動いてるというか、バタバタしているなっていうのが、まずね、イメージとして、第一印象として入ってくる。ってことは、このお相手が、せわしなく動いている時に出会うっていう感じなんですよね。バタバタしてるって感じ。慌てているのか、ね、何かドジをしてね、バタバタ、あわあわしてるのか、それとも、何かね、スポーツをしている時とかね、っていうのもあるのかな。この方がアクティブに動いてる時っていう風に出てくるんですよね。アクティブか。待ってくださいね。この方スポーツ好きっていうのはね、どうかな。
まあでも可能性としてはあるんですよ。体を動かすのが好き、まあ活動的な方っていうのもねあるので、その体を動かすのが好きっていう方であれば、それをね生かして今現在に至ってると思うので、中高生の時にずっと野球やってましたって、今社会人野球やってますっていう感じかもしれないですよね。スポーツっていう可能性もあるんですけど、何かね体を動かしてるなとか、バタバタしてるなとか、そういうのがあなたのお相手に対する第一印象。お相手の方はあなたのことをねすごくね素敵だって言ってるんですよね。うわーって、なんだこの人はみたいな感じで思ったよって言ってるんですよ。そこにはあなたの純粋なね気持ちとか心とか、あなたのね心の中が綺麗ってことを言ってるのかな。でもね見た目も綺麗だって言ってるんですよね。何かこう天女を見た村人みたいな感じになってます自分ってなってるので、あなたがまるで天から降りてきた、女の子とか天女とかね天使さんだみたいな感じで見えるんだって言ってますね。不思議な感覚になるんだよって言われてる。あとは、この方センスがいいんですけど、あなたに憧れる可能性があるっていうのも入ってくるのでね、五感が鋭い方なのでね、この方のねどこかしらその五感に引っかかる相手なんですよって言ってるんですよ。例えばあなたの声が好きとか、あとはあなたの仕草が好きとか、あなたの美的感覚がこの方の心をね射止めるんだって、気になるなっていう風に感じるそうなんですね。はい、ということでお互いの第一印象を見ていったので、この後ですね、お付き合い、どんなお付き合いをしていくのかっていうことと、あと結婚までどんな道のりをたどっていきますかってことを見ていきます。はい、ということでこれもねカードもらっていきます。まずはどんなお付き合いをしていきますかってところを見ていきますね。そうですね、この方ねでもね消極的な感じはしないので、そうですね、恋愛でも恋愛じゃなくてもちゃんと行動に移さなきゃって時は移すんじゃないかと思うんですよね。それは人間だからね、落ち込む時とかもあるんですよ。あるけど、その中でもこの諦めない姿勢だったりとか、ビシッと決めるところとかもちゃんとあるのかなって思うんですけど、まずねお付き合い、どんなお付き合いをしていきますかっていうと、ペンタクル9、カップの4番ジャッジメント、やっぱりね不屈の精神っていうのを持ってますね。粘り強さ、忍耐強さっていうのを持っています。いろんな困難があっても負けないよっていうのがあるんですけど、なんか困難あるのっていう風に言われると特にないような、感じもする。すごくね大きな障害があるとか、2人のお付き合いを反対する方がいるとか、すごくね障害ハードルが高い恋愛をするとかではないんですね。喧嘩してもお相手の方から歩み寄ってくれたりとか、復活のカードなので、たとえもしね2人が喧嘩してもちゃんと仲直りできるよっていう風に出てるし、お相手諦めないっていう風に言われてるので、もともと持ってる性格もそうなんでしょうね。粘り強い方っていうのもある。たとえ何かあったとしても、お相手は進んでいくっていう風に言われてますし、ちょっと待ってくださいね。この方ね、物事の真実を見抜く力をしっかり持ってるので、お二人のお付き合いしていくとあまりね隠し事されたくないっていう風にお相手が言うんじゃないかな。そういう姿勢を見せるんじゃないかな。隠し事しないでとか、隠し事をしても見抜かれると思う多分。洞察力が鋭いので、まああなたの方が隠し事するとか、そういう何かね後ろめたいことするってカードも出ていないんだけど、そういう隠し事ないよね私たちっていうオープンなお付き合いになるんじゃないかと思います。
はい、そしてすごくあなたが恵まれるっていう、尽くしてもらえるっていうカードが入ってるので、めちゃくちゃね大切にしてもらえると思います。ここもねお相手の特徴として、お相手ロマンチックに求めてくれるっていうところがもともといろいろ出てるので、いろんなところに連れてってくれるとか、美味しいお店知っていたりとか、素敵な場所を知っているとか、雰囲気のいいところを知っていたりとかするので、あなたの五感がねどん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 豊かになることと、いろいろとご馳走してくれるところもあるんじゃないかな。あの金銭的な面でデート、奢ってくれるってこともそうかもしれない、プレゼントしてくれるのもそうかもしれないけど、それ以外のところもそうですよ。気持ち的な面でも満たされるとか、あなたの五感を刺激してくれたりとか、いろんな経験を積ませてくれる、新しいお店を知れるとか、新しい音楽に触れて自分の気持ちがね広がる、趣味が広がるとかね、そういうのもあります。あの人生経験を一緒に積み重ねていけるって言われてるんですよね。そしてお相手の方があなたにそれを与えてくれるっていうのがあるんですね。なので一つこう大人になるというか、なんて言ったらいいんだろう、この人との恋愛があったから今の自分があるんだみたいな風に感じられるような大きなものをもらえるって言われてるんですよね。この方とだとお付き合いする一つ一つの出来事があなたの胸に大きく刻まれていくでしょうって言われてるんですよね。ちょっとしたことでもすごくねお祝いしてくれると思います。例えば引っ越し祝いだからとか、あとはお仕事決まったからとか、そうですね、昇進祝いとか、ことあるごとに何々祝いっていう風に名前をつけてお祝いすごくねしてくれると思います。お祝いするのが好きなんだと思います。プレゼントするのが好きだと思いますね。いろいろとねあげたいって、やってあげたいとか、してあげたい、送ってあげたいとか、あなたを喜ばせたいっていう気持ちがすごくあるので、それが形となって現れてくるんじゃないかな。まあ、あなたから見たらね、うわなんか何かとプレゼントくれるなとか、そう、あの高価なものじゃないのもあると思うんですよ。いつもいつも高価なものとかじゃなくて、いろいろあるんですよね。思い出もそうだし、物としてね残す方なんじゃないかな。形として送るとか、形に残してくれるっていうのがあるかな。そういうお付き合いをするんじゃないかなというふうに出ています。はい、そうですね、あまりこう退屈しない日々なを過ごすんじゃないかな、刺激的な日々を過ごすんじゃないかなと思いました。ということで、例えばまあお付き合いしてる中でね、喧嘩したり悩んだり落ち込んだりする日もそれはあると思うんですけど、なんかそれよりもね与えてもらうってことが大きくて、いろいろあるけど、振り返ってみるとこの方とのお付き合いってすごくね与えられて、自分がとても充実した日々だったなとか、思い出の品とかもすごくあるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで結婚までの道のりを見ていきましょう。ね、結婚して振り返ってみるんですよ。あの恋人時代を振り返ると、あーいろいろとねやってもらったなとか、助けてくれるとか力になってくれるだけじゃなくて、そのなんて言ったらいいんでしょう、あなたの実りにつながるようなものを与えてくれるんですよね。とにかくそれが強いんですよ。うまく言葉にできなくてごめんなさい。プレゼントもそうなんですけど、知識が広がる、そのお店、いろんなお店を知ることもできる、音楽の幅が広がる、例えば新しい料理に出会えるとかね、でそれを後々結婚した後にその音楽を聴いたりとか料理を見たり味わったりするたびにあの時の思い出が蘇るみたいな、そういうことが得意。はい、ということで結婚までの道のりを見ていきましょう。はい、これは悪魔ですね。カップのエース、悪魔、そしてソードの6。あ、この方ね、コウノトリさんも出てるので、あの移動ですよ、移動。共通して入ってくるのが、出会いもね、その節目だったりとか場所が変わるってこともワードとしては入ってくるんですけど、結婚までの道のりとして
そうですね、同棲、近いところで言えば2人がまず結婚までにまず同棲を始める可能性があります。あとはお相手が転々 と、場所を移る仕事、移動があったりとか、転職じゃない、転勤とか、出張とか行くような、お仕事をされている場合、一箇所にとどまらないお仕事をされている場合は、2人で移動しながら過ごしていく可能性が高いかなと思います。ただ愛に満ち溢れているんですよね。結婚までの道のり、この方根がすごく真面目な方なので、とにかく結婚までの道のりっていうのが、あなたをね、守りますよっていう風に出てきています。気持ちがすごくあるんですね。多分距離が離れていたりとか、会えない日があったとしても、まめに連絡くれると思うんですね。あとはまめに連絡欲しいって思ってると思う。常に一緒がいいっていう風に言われてるので、あなたがもしそこに抵抗がなければ常に一緒にいるっていう風になるんじゃないかと思いますね。お相手がそれを望んでいるのかな、一緒がいいっていうのが言われてます。そしてもし結婚を機にね、場所を変える可能性があります。住む場所かな、を変える可能性があるかな。はい、とにかくお相手がすごく愛してくださる、気持ちがすごくありますね。いろんなところに挑戦していくってこともあるので、結婚を機にね、何かが変わるってことを言ってるんですよ。住む場所だけではなくて、お相手の気持ちも新しくなるのかもしれない。そういうことも出てきてます。もし仕事とか住む場所以外で何かでもスイッチが入るって言ってるんですよね。結婚までの道のりに。ちょっと気になるから1枚もらいましょうか。あ、太陽。太陽か。なるほど。お子さんだ。なるほど。よし、ちょっと待ってくださいね。これ、その、お二人が結婚するタイミングとして、お子さんっていうワードが入ってきます。はい。そうですね。それがすごく喜ばしいことだって、新しい命の誕生っていうのが入ってくるので、これが、そのお相手の中ですごく気持ちが切り替わるタイミングになるんだっていうふうに言われてるので、その、お子さんを意識した時っていうのが結婚の切り替わり、タイミングとして自分の中であなたとのお子さんが欲しいなとか家族を築きたいなって思った時に、自分の中でこの恋人っていう期間からその家族になるタイミング切り替わりがはっきりと出てくるよって言われてますね。素晴らしい。ここから新しい形であなたと始めていきたいんだっていうのが出てきてますね。これ最高とか成功とかも表してるので、あとはね、タイミングとしてはその自分の仕事が、成功した時っていうのがある。あとは独立した時とかね、事業を始めた時とかを機に結婚とか、何かお相手の中でタイミングがあるんだって言ってますね。一つはお子さん、もう一つは何かが成功した時って、自分の中の何かが成功した時っていうのがある。あと新しいね、始まり、そこからね、生み出される愛情とかね、さらに輪をかけて、素晴らしいカードが入ってきてるので、このお相手にとって結婚ってすごくね、素晴らしいタイミングでやってくるし、自分の中ですごく大きな喜ばしいことだって言われてます。はい、ということで、結婚までの道のりを見ていったので、この方の結婚観を見ていきましょう。どんな家庭にしたいのかっていうところです。まずそれをイケメンカードからもらっていきます。こちらのカードから、このお相手がどんな結婚生活を望んでいるのかね、どんな想像してらっしゃるのかっていうのをもらっていきます。
にかく尽くしてくれるって。で、結婚してからの方がすごく自分たちが繁栄できるというかね、栄えていけるって、そういう道のりになってます。で、お相手の理想を理想の結婚観としてはカップの2、はい、出てますね。もうあなたしかいないよって。で、カップの1、2、素晴らしいですね。そしてソードの5番が入ってますね。うん、これはワンドの6。うん、やっぱり移動とかも入ってくるんですよね。まあ例えばね、住居を構えたとしても、あなたに温かく迎えてほしいなって、うん、お帰りって言ってほしいなっていうところはまずありますね。あとは出張とかがある可能性があるかな。まあ、単身赴任とまではいかない、一日出張とか、ちょっと遠出する仕事があるのかなっていう可能性はあります。はい。で、すごく頑張ってくるから温かく迎えてほしいなって、お出迎えしてほしいなっていうお気持ちはあります。結婚像ですね、理想の結婚像として。で、あと2人で力を合わせてやっていきたいなって、いろんなことに対してね、もう愛情基本ね、愛情だって、愛が基本あって、そこでいろいろ2人で作り出していくものでしょっていう風なのが、まず根本的にね、心の底にちゃんとあって、家庭があるからこそ頑張れるっていうところがね、出てきています。すごくね、お仕事頑張られるんじゃないかなっていうのがありますね。この方、すごくね、家庭を裏切らないってところがあるので、まっすぐなんですよね。はい。こういう理想ね、そっか、この方の理想像として、まっすぐにね、家庭第一で考えてくれるんじゃないかな。で、自分がお仕事であちこち動いたりとか、帰りが遅い時とかでも玄関までお迎えしてほしいなっていうお気持ちはあるみたい。うん、愛があるからこそね。そう、なんかこうやっぱりね、常に一緒にいたいっていう気持ちが ここにもね、現れているかなと思います。守ってくれるっていうのもあります。困ったことがあったら守ってあげるよっていうのもあるので、優しいし強いっていうのもあります。チャンスをものにしていく力もあるので、この方がね、素晴らしいですね。ではこの方の理想の結婚像を見ていったので、その後ね、じゃあ実際にどんな結婚生活になるのかっていうところをね、笑っていきましょう。ではね、これもね、イケメンタロットからもらっていきます。どんな結婚生活になるのか、これをもらっていった後に最後にね、あなたへの、好転へ向けてのメッセージだったり、お相手から一言もらっていきましょう。実際にね、どんな結婚生活になるのか。はい、タワーが出ていますね。実際の結婚生活です。ワールド大きいな、タワーとワールド。もう一枚はソードの4。ソードの4が出てくるので、柔らかい表情をしていますね。休み、お休みのカード、くつろぐカードですね。すごく柔らかい表情をしているので、お互いにとって理想的な家庭になるでしょうっていうのがありますよ。これはすごく強く出てるので心配しないでください。なんかお相手の仕事大丈夫かなとか、そういうことも大丈夫です。ただその一番最初も言ったけど、意外性のある方、なんかすごく準備万端にやってるのに、そこを抜けてるのみたいな感じでツッコミがついつい入っちゃうようなところがあるので、たまにね、ちょっとね、抜け目が出てくるんですよね。でもそれは悪意のある抜け目とかじゃなくて、そのみんなが笑って突っ込んじゃうような、ついつい突っ込んじゃうような可愛らしい部分っていうのもあるから、それも関係してるのかな。お仕事、性格、いろんなところでそれが出てくるでしょうって。仕事の中でもお迎え、温かくね、お迎えしてほしいってお気持ちがあるし、お家の中でゆっくりとくつろぐ場所として、結婚生活、これ実際の結婚生活なので、
理想的な結婚生活を送ることができるし、安らかさがあるんだって。あとここね、党なので、この結婚生活を通してすごく学びが出てくるよって、いろんなことがあってもそこから成長していけるっていうのがあるんですよ。で、お相手ね、ここジャッジメント出してるので決して諦めないんですよね。で、最初の特徴の方でも忍耐強さとかっていうワードも出てきてるので、粘り強く取り組んでいく。だから、例えば結婚されていろいろあると思います。悩むこととかぶつかることもあると思いますし、で、自分たち2人だけのことではなくなってくるので、お互いのご両親のことだったりお子さんのこととかもいろいろあるとは思います。お仕事とかもね、あると思いますが、ワールドがあるから2人にとってとても理想的な家庭だって。で、ということは、どんなことがあってもね、めげずに頑張るとか、あとはさらにね、強い絆になっていくとかっていうことになっていく、つながっていくんですよ。自分たちが成長するためにこの家庭っていうものがあるんだっていうのが出てるんですよね。家族になるイコール強くなる、自分たちがね、強くなるとか成長していけるっていうことが言われてるから、家族になって初めて経験することもあるでしょう。初めて挫折することも、ぶつかる壁とかも出てくるでしょうって。だけどそれを乗り越えて自分たちで完成させて作り上げていくんだって。それで終わるんじゃなくて、またさらにね、次の世界を作っていくっていう感じで、いろんなことをね、いろんな節目を2人で迎えていくんだっていう風に言われてますね。そうか、そういうことか。うん、結婚してお子さんが生まれて育児します。で、まず初めての育児なので、まずそこで壁にぶち当たりますよね。は、夜泣きはどうすればいいんだろうとか、あと、子供がいきなりなんかこう顔真っ青になって倒れたんだけどどうしたらいいんだろうとか、赤ちゃんの時ってやっぱり言葉を喋れないからどう接していいかわからないとか、こういう時どうしたらいいんだろうとかっていう初めての体験ってありますよね。で、子供、赤ちゃん終わりましたと。で、まあ一通り自分でね、身の周りのことができるぐらいの物心ついた子供になりました。そしたら今度保育園に行く、幼稚園行く、小学校に行くとか段階を踏んでいきますよね、育児も。で、小学校が終わると中学校、受験が来るとか、高校ね、大学とか、受験が終われば、そしたら今度独り立ちとか、やれ就職とかね、そういういろんな、育児だけでもね、いろんなこと体験していくし、いろんな壁にぶち当たったりとか、何ママ友ってどうしたらいいんだろうとか、学校のお付き合い、役員どうしたらいいんだろうとか、わからないこといっぱいありますよ。結婚してお料理とか何もわからないままね、結婚する可能性もあります。お相手もそうですよ。性別問わずね、お互い初めてやるね、分担してやっていく生活を共にしていくとか、いろんなことありますもんね。ご近所付き合いとか、住んでみて初めてね、ご近所さんと知り合いになっていくから、引っ越しして初めてご近所さんがこういう人だったんだっていうのが分かったりとか、同棲していこうとか、いろいろあります。そういうのを一つ一つ乗り越えてクリアして、いろんな壁とか障害があるでしょうって、苦労することもあるでしょう。だけど一つ一つお互いが学んで成長するために二人がね、乗り越えていくべきものなんだっていうふうに、お互いにクリアしていけるよって言われてますね。で、お互いがくつろいでいく、これ多分一番重要かな。その多分寝る時間とか、その時間も2人で一緒に寝るとか、お相手がとにかくずっと一緒にいたい、離れたくないっていう風に言われてるので、多分お布団も一緒の可能性があるかなと思います。はい、これね、これがお相手のエネルギーチャージの時間だよって言われてるんですよね。2人でいること、寝ること、くつろぐこと、多分寝ることなんですけど、ぐっすりと睡眠取ることなんですけど、その時にあなたが隣にいることっていうのがあるんだけど、寝る以外にも、例えば夜子供が寝た後に2人でね、
こう晩酌しながらゆっくり会話するとか、そういう時間がお相手の生きる活力になるんだっていう風に言われてますね。はい、ここね、こっちもすごく大きいこと言ってるんだけど、こっちもすごく大きいこと言ってるので、2人が実際に結婚するとすごく大きな学びとか、それを乗り越える喜びとかね、作り上げていくものだったりとか、そして2人だけの時間にお相手が活力、またねエネルギーチャージしていくんだってことがね言われてます。ではこういう結婚生活になるよってことが出ていますので、その後ね、あなたに対するアドバイスやお相手からのメッセージももらっていきます。そうですね、あ、実際どんな家庭になるかって、まずカラーカードで1枚出しましょうか。じゃあ実際どんな家庭になるのか、カラーカードからももらっていきましょう。色で、まず色としては試練を乗り越える色っていう風に入ってるので、やはり何かしら試練が出てくると思うんですよね。それはお互いの成長のための試練です。初めてね、多分結婚して感じることもあると思うんですよ。初めて経験すること、結婚してからじゃないと経験できないことっていうのが自分たちの学びとして入ってくるよっていう風に言われてます。で、ちゃんとね乗り越えてね絆を強めていけるって言われてるので、何か怖いことあるのとか大変なのかなとか、そういう風に思わなくても大丈夫です。2人の絆が深まるっていう風に出てますので、いろいろあるかもしれないけど、それはすべてね2人の絆で乗り越えていけるし、より一層絆が強まる、あとはこの家族全員の絆が強まる出来事っていうのもあると思いますね。はい、ということで、ここから先あなたに対するアドバイスもらっていきましょう。いろんなカードからもらっていこうと思います。この方とのお付き合いもいいし、結婚までの道のりもいいし、結婚後もワールドいいと思います。塔のカードが出ています。やはりタワーね、ここもタワータワーで出てきてるので、そうだな、なんだろう、マンションに住むとかね、高い、あの建物高いね、何十階建てのマンションを買うっていう可能性もあるのかな。外見的要素として建物っていうのも入ってきます。何があっても崩れないから大丈夫ですよっていうのも言ってます。はい、はい、やっぱりこうお付き合いしてる頃と結婚ってなると、やっぱり変わってくることたくさんあると思うので、ただその中でもね、2人で乗り越えていけるよって出てますし、いろんなね学びをね与えてくれる方っていうのがあります。31番、あなたの魅力について語ってます。ちょっともう1枚切っていいですか。1回ちょっと画面から下げちゃったから、もう1回切りますね。もう1枚もらおうかな。コメントのカードが出ています。いや、不安にね思ったことあったかもしれない、今のリーディングでねあったかもしれないけど、全然大丈夫よって言ってくれました。あの、もし今あなたがこのリーディングを見て少し不安に思ったことがもしあったんだったら大丈夫よって、それはあのひいかさんの伝え方が悪かっただけでごめんなさい。だけどね、あの全然ね心配することないよって言われてます。大丈夫ですよ。今そのあなたが不安に感じたこと一気にあの浄化されました。大丈夫ですって。少し不安になった方いましたかね、塔のカードとか見て。アジュール、自分を守る色入ってます。そしてフェアリーからももらっていきます。すごくね晴天のカードが入ってくるので、場所としてね、あの晴れの日とか太陽がよく見える日、青空っていうのもねワードとして入ってきます。これ今あなたの引き寄せのメッセージですね。これね、出会ってる方の中にいるのか、これから出会う方なのか、今特徴を聞いてあなたがピンときてれば出会ってる方の中にいますし、心当たりないなっていう方はあなたが気づいていないだけで実はもういるとか、あとはその今ね恋愛対象外の方かもしれないし、これから出会うって可能性も十分あります。
フレンドシップ出てきてます。お友達がね、関係してくるよって言われてますね。ってことは、友達からの紹介とか、友達付き合いの中にいる人かもしれない。友達ですね。なるほど。で、カラーとしては、青空の色ね、ブルー。澄み渡ったブルーの色が入ってくるので、ブルーをね取り入れるといいかなと思います。あとは分かりやすくね、その晴天、お日様柄ってあんまりつけないですよね。なんだろう、太陽モチーフ。私はね、太陽モチーフのアクセサリーつけるてるんですけど、ね、好きな方はね、アクセサリーで太陽モチーフつけたりするかもしれないですね。その他にはワンドの3とペンタクルの2が入ってるので、これから出会う、あとは今出会っていてもう間もなくお付き合いに発展する可能性があるから、期待して待っていていいんじゃないかなって出ていますね。何かね、期待してもいいよって、今のあなたにメッセージなので、期待してねってことを言ってるので、それはね、出会いに対して期待してって、これから出会うよって意味なのか、いろんなことが入ってきますもんね。あなたの好きな方かもしれないから期待してねってことかもしれないし、もう間もなくね、こういう展開がやってくるから期待してねってことかもしれない。いいですね。で、あとチャンスがあるんだったら自分から動いていってもいいよっていう風に言われてます。あとペンタクルの2番、バランスのカードですね。柔軟に考えていこうっていうところも出ているので、ここはねこうなんだって、こうやって言われたからこうなんだとか、あまり固く考えることなく柔らかく柔軟に対応していこうねって言われてます。あまり決めつけたりとかもしない方がいいかなって。お相手が真面目で、で結構固いところもあるんですよ。まあ、その硬さゆえにね、ドジっこすると可愛く突っ込みたくなっちゃうんですけど、そういう時もね、柔らかく対応していこうねってしてあげるといいよっていう風に出ています。あなたへのメッセージ出ています。まずこれ、日光浴でまず浄化していきましょうって言われてる36番アジュールのカードですね。で、ラッキーカラーとかワードとかは先ほどお伝えした通り、あとお友達がここで入ってくるので、お友達の協力紹介とか、困ったことがあったらお友達に力を借りようねっていうのも言われてますし、これから出会うよって方はお友達からの紹介とかね、友達付き合い、仲間の中にいるとかっていう可能性もあります。で、あなたがすごく魅力的だってことをここで言ってるので、あなたの魅力が最大限に生かされるよって言ってるんですよね。で、あとコミットメントが入ってるので、これはね、少し言葉の意味とは離れていくんですけど、お相手とちゃんとねお話ししていこうってことが言われていますね。なんかね、隠し事とか好きじゃないし見透かされるよって私言いましたよね。で、多分やましいこととかもないと思うんですけど、ぶつかり合いが怖いから本音言えないとか、言いたいことがあるけど言えないとか、でも多分ね、お相手が威圧的な感じじゃないから大丈夫だと思うんですけど、ちゃんと目を見てお話しすることっていうのが入ってくるんですよね。これね、一番最初に感じたことかな、どこだったかな、お付き合いの過程だと思います。目をね見てお話しすることっていうのが入ってくるんですよね。コミュニケーションを取るときに目を見る、瞳を見てくださいっていうのがね言われてます。そしてお相手とあなたがそうすることでうまく調和取れていくよって言われてるので、はい。で、お話し合いするとか仲直りするときとかは特にね、目を見てお話しするように心がけるといいかなと思います。何か例えばね、友達と遊びに行く約束をするってことが今引き寄せにつながっていく可能性もあります。
で晴れた日にお友達と遊びに行く約束をするとか、あとあなたがすごく魅力的だから自分に自信がないとかネガティブなことを今感じているのであれば、全くそれを心配する必要がなくて、お相手があなたのことをまるでキラキラ輝いている存在だっていうふうにね思ってらっしゃるので、あなたの魅力が十分伝わってるし、これから出会う方でも十分伝わるよって言われてます。パワーチャージしてくださいねって言われてますね。このあたりがメッセージとして入ってきます。そしてあなたの心が今ガチガチに固まってる状態かもしれない。もしかしたらなんとなく覚えがある方は疲れているなとか、最近その体の巡りが良くなくてむくみやすいとか、肩凝ってるなとか、あとはね自分の心が今ガチガチ、つまりお相手に対してもそうかもしれないし、お友達とかに対してもそうかもしれない、対人面で心を素直に開いていきづらい今そういう状況なんですっていう方は、もう少し柔らかくしていってもいいよって、解放していってもいいよって言われてるので、その時にねお友達の力借りようって、ストレス発散の、お付き合いしてくれるかもしれない。飲みに行こう、パートやろうとかね、そういう感じで付き合ってくれるかもしれないし、お友達があなたの心を柔らかくしてくれるっていうね、こともあります。ではね、最後にお相手からメッセージもらっていきましょう。このあなたと結婚するお相手からの、あなたに向けたメッセージです。そして数字は、4番です。4番、4っていうのが共通して入ってきます。はい、お相手からのメッセージ。お、ペンタクルの2番。あなたと同じですよって言ってますね。もしかしたらもうすでに知り合ってる可能性があるかもしれない。今のあなたにお伝えするメッセージと同じカードが出てきてくれてるので、お付き合いされてる方だとしたら、今お付き合いされてる方が、結婚相手になる可能性大ですね。そうですね。で、あとは今ね、お友達関係ですって方もいるかも。友達以上恋人未満みたいな感じで、すごく仲がいいんだけど、まだはっきりとね、恋人ってところにいないんですっていう方もいるかもしれない。で、その方々は、今これからね、関係性が変わっていくんじゃないかと思いますね。これから、そうですね。もし、心当たりのある方、そのお友達の中で、いつもね、自分に良くしてくれるなとか、自分に声かけてくれるなとか優しくしてくれるなっていう方がもしいるんだったら、この方が、お付き合いに発展する可能性が高いですね。今ちょうど2人ともね、うまいバランスとってやってるんだよねってところにいるので、例えば駆け引きをね楽しんでいる方もいるかもしれない。その恋愛の醍醐味ですよね。一番最初のね、初期の頃のその片思いの駆け引き、好きとかね、そういう告白するしないの駆け引きを今楽しんでる方もいるのかもしれないですね。そういう時間を今過ごしてますって、お相手と連絡する時間がすごく今楽しいんですっていう方もいるかもしれない。まさにね、片思いを今満喫しているって方もいるかもしれないですね。そういう関係性もうすでに出会ってる可能性が高いですね。もし、いや全然全くピンとこないとか、今自分に好きな人もいないし出会いもないですっていう方であれば、偶然に出会うってことを言われてます。奇跡のような偶然だったりとか、何かが一致するってことを言ってるので、こっち側から歩いてきたお相手とこっち側から歩いてきたあなたとぶつかる、そこから出会うとか、そんなのありえるみたいな出会いがある。そうなんですよ。おそろなんですよね。出会いの場所で同じブランドのものを着てるとか、同じ色の服着てるとか、なんか二人似てるよねみたいなこと言われるとか、同じ趣味持ってるとかね、感覚が一緒ってことを言ってるんですよ。同じもの持ってるっていう可能性が高いかな。はい、
そういう共通点、こういうことあるみたいな感じで出会うっていう可能性が高いです。意気投合すると思いますよ、これから出会うって方は。なければね、もうすでにね、身近な存在としている可能性が高いです。はい、そしてこのお相手から今あなたにお伝えするメッセージとしては、もうここね、バランスっていう感じで言ってるので、これね、あなたと今相性がいいよってことをお相手が感じてくださってる、もうすでに出会ってる方であればね、私一緒にいる時間が今楽しいよって言ってるんですよね。親友みたいな感じなんですよ。パートナー的な位置づけにいらっしゃるのかなと思いました。すごく仲いい関係性なのかなと思いますね。それが今すごく楽しいんだって、楽しんでるよってお相手が言ってます。あなたと一緒にいる時間が楽しい、できれば二人きりでいる時間がすごく好きだなってことを言ってます。友達とみんなで遊ぶ時間も好きだけど、あなたと二人でいる時間もすごく好きよって。あとはそこからね、発展していくのでね、結婚相手なので発展していくので、期待して待っててねってこともね言われてると思います。こちらも参考にしてください。今回は結婚相手の特徴について深掘りして見ていっています。はい、長時間お付き合いありがとうございました。2番のリーディングは以上となります。はい、参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは結婚相手の特徴について見ていきます。はい、よろしくお願いします。まずはこの方の外見とか性格とか好きなものとかお仕事とか何か分かること、情報をもらっていこうと思います。何枚かいろんなカードを使って出していきますので、はい、まずはね、わーっと出していきます。まず、はい、インナーチャイルドのカード出てますね。すごく家庭的な人とかお子さん好きっていうのがね、パッと入ってきます。温かい人ですね。あとはいろいろでカードをもらっていきます。そうですね、お子さん、あとは小さなもの、動物好きとかね、動物飼ってるって方もいると思います。人付き合いも好きなんじゃないかなと思います。ここで今出てきてるのがピーチなんですね。生命の息吹、やっぱりこう命を大切にする方っていうのもねあります。アクア、平穏と落ち着きを体験するっていうカードも入っています。はい、ということはそうですね、やっぱり命あるものを大切にするっていうのもありますし、あと割とね、落ち着いている方、その穏やかな方っていうのがね出てきています。穏やかな水面のような方っていうのもねありますし、みずみずしい方があるんですよ。肌がとてもツヤツヤしてるとか、ツルツルしてるとか、きめ細かいとかね、あと桃なんでね、桃尻とかねお尻の形、ヒップラインがいいんじゃないかなっていうのもね出てきています。はい、あと丸みのある感じっていうのもねありますね。あと他にも見ていきましょう。あとはアクアなので水が関係してるかもしれないですね。まあ単純に海が好きとかね、泳ぐのが好きっていうのもあるのかもしれないですけど、どこか水のワードも入ってきます。ヒーリングミュージックが好きなのかな。音楽もバラード系が好きとかねあるかもしれないです。プルートのカードが入ってきてますね。これ星座で出したかったんですけど、ちょっと待ってくださいね。プルートはね、一応星座外れちゃうんでね
惑星のカードなんですよね。今ねちょっとこれで星座出そうかなと思ったんですけど、1枚で出ないってことはもしかしたら星座、天秤座ですね。今出たのが天秤座だけど、まあ可能性の一つとしてね天秤座というのが出てきています。でプルートね、プルートと、天秤なので、この方ねはっきりしてるんですけど、その一方で優柔不断な面もあるんですよ。流されちゃう面もある。その情に流される、優しいから、そう、平和主義者で優しいんですよ。で調和っていうワードも入ってくるし、この方センスがいい、おしゃれなんですよね。おしゃれさんです。会話も多分上手だと思うんですよね。根本的に優しくて、お子さん好きとかね、人に優しく接することができるとか、調和っていうのが入ってくるので、優しいから流されちゃうところがあるとか、断りづらいとかねっていうのもあるんですけど、ただその一方でプルートのカードが入ってくるから、なんかねプルートプルート言ってるとセーラームーン思い出しますよね。セーラープルートね、刹那さんね思い出すんだけど、このカードは割とねはっきりしてるカードなんですよ。だからバランス感覚あって、美的センスもあってっていう軽やかなカードに対して割とがっちりはっきりしますよっていうのがあるから、2枚ね今出してるので、どちらの要素も持っている方ですね。流されちゃう面もあるんだけど、でもね肝心なところはねそういう感じじゃないのかな。多分これね人付き合いとか軽いところでは流されちゃうんだけど、しっかりと心の芯っていうのははっきりしていて、好き嫌いはっきりしてるとかね、人当たり良さそうに見えるんだけど実は好き嫌いはっきりしてるとか、あとこれね終わりと始まり、再生のカードなんですよね。再生を表すカードだから、でねこの生命っていうのも表してるんですよ。お仕事としては人の成長を見つめていく、感じるようなお仕事だったりとか、節目節目を迎えるようなお仕事をされている方かもしれない。お医者さんだったりとか、人のね体調のバランス見るお仕事ねだったりとか、あとはお子さんっていうのも入ってくるので、保育とか教育の場にいたりとかね、子供の成長を見つめていくお仕事ですよね。その成長の過程をね見るようなお仕事もあるのかな。で、はかりのカードがあるからバランスが取れるようなお仕事なんですよね。うまく規律の取れてるような仕事、例えば会社の中のルールがしっかりある会社とか、あとは法律関係とか、ご自身が世の中のねバランスを取るためのお仕事されてるとかね、警察官だったりとかね、公平さとかっていうのも入ってきます。ただここにセンスのカードとか、あと風ね、軽やかさっていうのも入ってくる。会話上手、そうね、弁護士とかね、口を使う、トークを使う、おしゃべり上手っていうのも入ってくるので、一方ではね規則とかを抜くと配信者だったりとか、まあ、でもそういう意味ではね配信者のお仕事の方もいわゆる規則あるじゃないですか。このルールに基づいてこの枠からはみ出さないように配信していきますよっていうのが決まりがあるので、その中でもね配信者っていうのもいいかもしれないですね。風のように軽やかにトークをしていって、時代の流れに乗っていってっていうね、なんだけど枠の中からははみ出さないっていう、その中の自分の表現していくっていう意味では配信者っていうのもあるのかなと思いました。司会者とかね、式場の司会をされていたりとか、トークを中心にされているようなお仕事されている、あとはもうセンスなのでお洋服とかねっていう、専門学校に通われていたっていう方もいるんじゃないかと思います。あとはこの2枚からはね、癒しとかリラックスっていうのも入ってくるので、ワードとしてね、この方と一緒にいると癒されるとか落ち着くとかっていう方かもしれないし、お仕事としてもそういうお仕事をされてる可能性があります。
人をリラックスさせてあげるようなお仕事、マッサージ師とか整体師とかね、そういう方かもしれませんね。お仕事としては、まあ、性格的にはリラックス、穏やかで人をね和ませてくれるような方ですよ。優しいしね。あと先ほどもお伝えしたような特徴ね出てきています。そうですね。あとはね、あのお洋服はハイセンスなお洋服着てる可能性大です。で、あとももっとね出していきましょう。外見的な特徴とかもねいろいろ欲しいんですよね。ただはっきりされてる方かな、外見ね、外見的要素でははっきりされてる方かなと思うんですよ。これもね流れのカードなんですよね。少し似てる、流れにね身を任せるっていうカードがあるので、穏やかっていうのは共通して入ってくるんですけど、この方といると自然といい方向に流れていったりとか、この方自身が流れをつかむのがうまいとかね、流れに乗るのがうまかったりもします。はい、ということで、あと荒波を沈めてくれたりとかねっていうのもあります。その他にももらっていきましょう。ルノルマンから少しねもらっていきます。もう少し特徴、やっぱり水連呼してる、水、飲み物、プール、っていうのも入ってきます。ネズミのカードが入ってくる。この方視力悪いのかな、コンタクトしているヘビ。なるほど。体柔らかい方ですね。体操されていた、女性だったらねヨガとかジムとか行ってる可能性ありますね。割とパキッとしてる感じはするんですよね。その性別それぞれの、あの良さっていうのをちゃんと生かしてる見た目されてるのかなと思います。はい、あまりねこのリーディングは性別問わずでご覧いただきたいのを基本にやってるんですけど、女性なら女性らしさとか、男性なら男性らしさって、らしさってなんだよって思うんですけど、なんかご自身の体型を生かしたファッションをされてるとか、自分の見た目長所を生かすのが上手とかね、外見的要素で言えばそういうところです。はい、あとすごくおしゃれね、センスはあるから、すごく服とか髪型とかセンスはいいと思います。視力が悪いのかなっていうのがあるので、メガネじゃなくてコンタクトかなっていうのがあります。あと、ま、メガネだとしても個性的なメガネ、おしゃれメガネっていう感じもします。でやっぱりおしゃべり上手っていうのが入ってくるので、動きも割とフットワークも軽い、はい、足取りが軽いっていうのもありますね。フットワークが軽いってことは、今から遊べるって連絡くれたら、あ、いけるいけるっていう感じでパッて来てくれるような感じもしますね。はい、であと柔軟性もあって体が柔らかい。でもしかしたらスポーツされてる可能性もありますね。若い時っていうのは学生の頃ね、あの部活入っていて運動部だったよっていう可能性もあるかな。あとはセンスを生かして吹奏楽とか美術部とかっていう可能性もありますね。あとセンスがある。あとね、すごく優しいんだけど流れっていうのがねあるじゃないですか。ここにお水のカードとかあるので、軽さがあるので、一見ね柔らかいとか軽いとかふわっとしてるようなとか、なんか流されていっちゃうから意思ちゃんと持ってるのかなって一見思われがちなんですけど、優しいからね、優しそうにしてるからそう思われがちなんだけど、でも心の中ってすごくねありますよ、はっきりしてますよ。あの好き嫌いはっきりしてるので、嫌なものは嫌って、だけど嫌ってあの二文字なんだけど、嫌って言えないから、その二文字が言えないから、言葉としてねノーって言わないんだけど、顔にちゃんと出るとか、深く知り合っていくと、あ、言葉では言わないんだけど多分嫌なんだろうなとか、多分行きたくないんだろうなっていうのがなんとなくわかると思います、この方と一緒にいると。
そしてこの方、自分の、ここ蛇のカード出てるから執念深さっていうのが出てくるんですよ。これはね、負けず嫌いってこともありますね。勝負ごとには負けたくないとか、ライバルがいても、自分がねそれをつかみ取っていきたいとか、粘り強く取り組んでいくとか、だからすごくギャップがあるんですよね。一見優しそうでふわふわっとしたようなイメージもするんだけど、しっかりとした芯を持っているし、執念っていうのを持ってるから、つまりこだわりがあるってことですよね。もうこれっていうね、それがお仕事とか服装とか外見的要素とかね、そういうところに現れてるかもしれない。自分はこれが好きだからこういうのを着ていくんだとかね、っていうところに現れてるかもしれないけど、心もねちゃんとしっかりしてるんじゃないかなと思います。決して諦めない、つまり長く持ち続けてる、趣味とか気持ちがある。一回この人好きになったらずっと好きみたいなね、っていうところもあるんじゃないかな。友達になったらずっと友達みたいな感じで、人を大切にするところもあると思います。コミュニケーションが上手なのでね、そのようなものを活かしたようなお仕事をされているんじゃないかなと思います。はい。ただ優しいがゆえにノーと言えずにね、心の中はノーなんだけどね、表向きノーって言えずに苦労するところもあるんじゃないかなっていうのが出てきています。ちょっと気になるのでね、もう一枚ねもらっていこうかなと思います。ただこの方ね、はっきりしてますよ。心の中はね、はい、もう一枚もらっていきましょう。セレブレーション、これね、手を取り合ってダンスするカードなんですよね。もうあなたしか見てませんよっていうお祝いのカードなので、軽やかにダンスしたりとか、だから体を動かすのもやっぱり好きなのかもしれない。ダンスっていうのが入ってくるので、リズム感がいいとか音楽が好きとか、人と手を取り合うのが好きなので、協力して何かを成し遂げたりとかするのも好きなのかもしれないですよね。はい。でお祝い事が好きだから、祭り事が好きなんですよ。やれ何々だとか言って騒いだりとか盛り上がったりとか、イベントとかお祝い事するのが好きっていうのが入ってきてます。はい。その他の要素でね、このイケメンくんたちのカードからももらっていきます。おしゃれでハイセンスでトーク力があって柔らかくて軽やかで、お子さん好きで動物好きでっていうね、祭り事が好きじゃっていうタイプですね。はい。何枚かね、この方のもう少し特徴もらっていきます。このイケメンくんたちのカード、ごめんなさいね、また言い忘れてたんですが、全部これ正位置で今回もらっていきますね。やっぱりこう平和主義者っていうのがね入ってきてますよね。ペンタクル2枚入ってきてます。この方あれですね、チャンスをものにするのが上手だから、多分自分で事業とか起こしたら成功する可能性すごくあると思います。ただこれ全部ペンタクルか、なるほど。単純にお伝えすると、この方ね、高収入の可能性が高いですね。あとは恵みをもたらされる、恵みチャンスをもらえるとか、流れに乗るのが上手なので、タイミングをつかむのがうまいし、人付き合いも上手なので、人からもたらされるものから自分でそこからね、例えばね、人からチャンスをもらってそれを生かしてお金に変えていく力を持っているんじゃないかと思うんですね。あとはそのチャンスをもらってそれを生かせるから、イコール仕事で成功するとかね、収入につながるものをね生み出していく力がすごくあるんだと思います。であとは必ず助けてくれる人がいます。ここにはこの方を援助してくれる方というか、必ずいます。はい。でその方のチャンスとか一言とか何かをヒントにして、自分で何かね新しいことを始めたりとか、
大きな仕事を任されてそれをちゃんとクリアしていけるっていうのがあるかな。それはこの方がもともと流れに乗るのがうまいとか流れをつかむのがうまいのもそうだし、コミュニケーション力があるからこそですよ。人脈があるからこそ、ものをチャンスをね掴んでいけるって、自分のものにしていけるんだっていうのが出てきてる。これねすごく強いですよ、お金のカード3枚入ってるので収入もいいし、かなり安定されてるんじゃないかな。でやっぱり調和のカードが入ってくるので、まず基本ね平等なんですよ、平等ですね。やっぱり視力が悪いんだ、眼鏡つけてる視力が悪いんだ。そうですね、髪の色は暗めなんじゃないかなと思います。そうですね、前髪があるかないかちょっとまだねつかめないんですけど、五分五分なんですよね。五分五分かな、あるかもしれないしないかもしれないけど、でも多分ねあると思います。はい、ということで、あとその他のイメージとして入ってくるのは、もしこの方男性だったら毛深い可能性がありますね。毛深いだって、ヒゲがあるとかヒゲが濃いとかね、はっきりしてる顎ひげとかおしゃれでねやってる可能性があるんじゃないかなと思います。あとは脱毛されてるとかね、男性でもねエステ通われてるとか、もう本当にそのあたり美的センスがすごくあるので、流行りとかもすごくね乗るのが上手だから、今流行りのものとかもすごく詳しいと思いますよ。はい、というのもあります。とにかくね人からの縁がねある方なので、そこから生まれるチャンスをものにできる力をすごく持ってる方なので、必ずこの方をサポートしてる方がいるはずです。お仕事、人生、何においても、恵まれてます。はい、ということでこの方の特徴を見ていきましたので、では少しねこれをまとめさせていただいて、はい、ちょっぴりねこう寄せていきますよ。このあとね、この方とどんな出会い方をするのかっていうこととか、どんなお付き合いをするのかっていうことね。でも楽しそうな方ですよね、この方っていうのは。はい、ということでまず出会いの場所を見ていきましょう。タイミングとかね、もしかしたらもう出会ってますって方もいるかもしれないんですけど、もらっていきます。はい、もらっていきましょう。32番月のカード、とてもロマンチックっていうのが入ってきます。すごくね大きな出会いになるんじゃないかな、この方と出会うと一目惚れみたいな感じでねビビビってくるとか、あと時間帯としては月だから夜ですね、夜の時間帯に出会うよって、あとそうタイミング、その印象深い時間帯として夜っていうのが入ってくるので、出会いは夜じゃないかもしれないけど、例えば告白のタイミングが夜とかね、月夜の晩とか、そういうのが入ってきます。あとはね、あの遊園地とか夜のパレードとか、しかもお月様が見えるような場所ですねっていうのが入ってくるかな。はい、そうですね、夢の国とかね、何々ランドとか、そういうのもワードとして入ってきますよ。そういう場所で出会う可能性もあるよって。あとはね、この方とお付き合い、まずそうか、最初にお互いの第一印象もらっていきましょう。ロマンチックな出会いをするんじゃないかなっていうのが入ってきます。この方とこの方ねセンスがあるから、ファッションショーとか、洋服ブランドのアパレルブランドのねイベントでとか、なんかね音楽性よりねお洋服系とかが入ってくるんですよね、イメージとしては。はい、ではお互いの第一印象、まずあなたが見るお相手への第一印象、はい、ペンタクルのナイト、そしてお相手から見たあなたの第一印象、はい、これはカップのエイトですね。
お相手の方があなたをすごく見つめてますね。あなたが恥ずかしくなるぐらい素敵な方なんだと思うんですよ。出会いがお月様なのでね。多分直視できないぐらいすごいイケメンとかおしゃれとかそういう風に感じるんじゃないかな。あなたの方が美しい人だって、あの目があったら恥ずかしくて目をそらしちゃうぐらいの素敵な人だっていう風に、違う、あなたがそう感じるからそれをお相手が見てるってことだね。うん、あなたが目線そらすって、なんか目を合わせる、視線が合うとパッて目線そらされるなっていうのをお相手が感じてる。でやっぱり月が出てきてるでしょ。やっぱり夜なんだよな、お二人が出会う時って。第一印象、あなたが歩いてるのをお相手が気にかけて立ち止まってみるって、見てるよって。ただあなたはお相手に気づいてるけど恥ずかしくて目を合わせられないぐらい輝いてる、眩しいとか凛々しい、かっこいい、美しいっていうのが入ってくるかなと思います。はい、ね、タイミングとしてね、あなたが、自分の、生活の切り替わりがある時っていうのが入ってくるんですね。あなたが今まで過去の生産をしようとしてる時とか、その過去の生産っていうのがね、いろんな意味が入ってきますよね。例えばね、お仕事変わるっていうのもそうですよね。自分の転換期ってことを言ってるので、一つ成長するタイミングだったりとか、環境が変わるタイミングだったりとか、あとはね、もうなんかこう、前のね、恋人と別れた後とかね、そういうのもタイミングとして入ってきます。いろいろありますよ。あの、一人暮らし始めた時とかね。タイミングとしてはそういうタイミングっていうのもあります。で、第一印象ね、あなたはお相手のことをすごくね、誠実な方だなって思うんじゃないかな。さっき言った特徴の他にもね、初めて会った時には、うん。で、あと、アクティブな方っていうのも入ってくる。マイペースだけど、なんかね、動きが入ってくるので、もともとね、軽やかな方だから、常になんかこう、動いてるんですね、この方ね。ダンス、そうだな、体を動かすのが好きなのか、フットワークが軽いからなのか、そう、なんかね、外で出会うっていうのもあるので、お互い動いてる、歩いてる時とか、出会うっていう風に入ってる。で、お相手乗り物に乗っている可能性もあります。はい、お馬さんだけじゃなくて、車、バイクとかね。うん。あと、ボードだったりとかねっていう可能性もあるかもしれない。街中で出会う可能性もありますね。はい。で、あなたはお相手のことをすごく誠実な方だなとか、そうですね。あとね、お相手が事業を始めた時とか、何かチャンスをものにしようとしてる時に出会う可能性もあるんですよね。これもペンタクルなので、お仕事関係で出会う可能性もあります。あなたが、取引先の会社に出向いた時にその場所にいるとか、あとは、転職した先にいるっていう可能性もある。で、あなたより少し前を歩いているので、そうですね、お互いの第一印象としてはそういう感じ。自分より前歩いてるななんだそれ、どんな第一印象だもう単純にね、自分の前に並んでる人なのかもしれないし、で振り向いてるんでね、お相手が。じゃあこの人とどんなお付き合いをしていくのか見ていきましょう。お相手はあなたのこと清々しい人だなって思うんじゃないんですかね。心がさっぱりしてるというか、あのネチネチしてないっていうところに好感持つよって言ってます。すごくね、さっぱりしてるよって。で、どんなお付き合いをしていくかってところをね、何枚かもらっていきます。ソードの5、戦車。勢いがありますね。で、ペンタクルの2番あるので、すごくバランスの取れたお付き合いをされるんじゃないかなと思います。で、一部ではね、お相手かあなたに、他に狙ってる人がいる、ライバルがいるってことですね。あなたとね、同じくお相手のこと好きだって言ってる人、ライバルがいるのか、
であなたのことを好きだって言ってる人がいて、お相手から見たらライバルだって思えるような人がいるのか、とにかく2人の間にもう1人2人ぐらいライバルがいそうな予感がしますね。それだけモテるってことですね。お相手かあなたかどちらかですね。そういう方を好きになったっていうこともありますね。ただその中でも2人のお付き合いっていうのが、ライバルたちをね差し置いて2人の交際が始まっていくよってことを言われてるので、もしあなたが好きになった人、その時すでにライバルの存在があったとしても、それをねライバルを振り切ってあなたが勝利していくでしょうって言われてますから、大丈夫で、もしあなたに、お相手の他にね好きだよって言ってくれてる人がもし他にもいるとしたら、あなたはね、多分迷わずお相手を選んでいくと思うんですね。でそれで交際が始まっていくっていう感じです。すごく、お互いにとってバランスの取れて、しかも順調な交際をされていくんじゃないかと思います。あとは知らなかったことを経験できるようなこともあると思うんですね。お付き合いして初めて訪れる場所とかっていうのがとても印象に残っていたりとかっていうのもあると思います。はい、ね、お相手が積極的に行動してくれますね。アクティブな交際っていうのが入ってくるので、デートも多分ね、そのアクティブなデートが多いんじゃないかなと思います。お家でまったりデートっていうよりは、外に出歩くようなお付き合いになるんじゃないかな。ですごくね進んでいく力がある、パワーがあるので、どんな困難にも負けないよっていう感じが出てきています。であとはこれ結婚までの道のりを見ていきます。猛烈なアタックを受ける可能性があるんですよね、お相手から。たとえあなたにその時、例えばですけどね、恋人がいるとか、例えば他に好きな人がいるとか、あとはお相手を狙ってるライバルがいるとか、そういう存在がいたとしても、お相手すごくね積極的にアプローチしてくれるんじゃないかなと思います。そしてこれが結婚までの道のりです。結婚までの道のり、すごく気になるのが目なんですよ。瞳がすごく気になるんですよね。ただすごいなすごいなっていうのは、お相手がすごいなってことです。すごく積極的にアプローチしてくると思います。お相手の方がアプローチしてくると思います。そうね、交際もすごく順調で、結婚までの道のりちょっとね気になるので、カード出していいですかね。瞳が気になるんですよ。どういう意味かなって、瞳の意味だけください。月が出てきてますね、ところどころでね。瞳の意味としてはカップのクイーンですね。愛情確認をところどころしていく必要がありますよっていう感じで教えてくれていますね。思いやりだけじゃなくて、相手を受け入れるっていう、あなたの、これあなたですよ多分ね。もしかしたらあなたが感情的に揺れやすい方なのかもしれない。落ち込みやすかったりとか、例えばなんですけど、PMS がひどかったりとかして、そうですね、レディースデーの、前後あたりは少しイライラしやすかったりとかっていうところがあるかもしれない。その体調によってこうイラつきやすかったりとか落ち込みやすかったりとかっていうところがあるかもしれないから、そこをね気をつけてねって、気をつけるって言ってもね、 PMS はしょうがないですもんね。女性特有のものですので、でもそこがもしあったとしても、お相手受け入れてくれてるっていうか、ちゃんとね、あなたの、もし PMS とかだったら、イライラとか、
うん、まあ落ち込んじゃう時のその周期っていうのを受け止めてくれるので大丈夫なんですけど、ひどい方いるんですかね、あの PMS ひどいですとか、どうしてもリリース前になるとちょっとね頭痛とか腹痛ひどいんですっていう方もいるのかな。もし気になるなっていう方はあのお薬とかね、あの病院にかかりつけ行くのもいいかなと思いますね。できる限りのね策は取っていけるんだったらね取っていきましょうって、まあそのレディースのことに対してはねどうしようもならないところもあるので、お薬の力で和らげることもできますし、あとは自分自身の、ね、体をいたわってあげることとか、なるべくその期間はストレスかからないような生活を送るとかねっていう意識するってことも少し改善につながっていきますので、うん、そこが少し入ってくるかなと思います。はい。であとはね、お相手をねいつも信じてあげてください。でお相手ね多分ね性格的にノーって言えなかったりとか、人付き合いに対してだからそのお仕事付き合いとかで断れずに残業してしまったりとか、人より多く仕事を引き受けてしまったりとか、ただ人脈を大切にするからこそお相手って恵みをねくれる人がいるんですよ。でそれが例えばねその方にあなたが嫉妬する可能性もあるんですよね。もしかしたらなんですけど、何かとお相手にお仕事を与えてくれるような存在がいて、もしその方に嫉妬したとしてもそこを少しね許してあげようって、お相手はその方からチャンスをもらってるだけで下心があるわけとかじゃないから大丈夫だからねって、そしてそれを必ず物にしてね大物になるんですよ。お相手が大物になるから、うん、お相手の大切にしている人脈とか人付き合いとか、あとノーと言えないお相手に対してはっきりしてほしいなって思う瞬間もあるんですね。ただお付き合いしていくとわかるはずです。このお相手ってイエスの本当ははっきりしてるから、うん、言葉にしないだけでイエスって言ってるのかノーって言ってるのかわかるし、あとは恋愛に対しては積極的に行くっていうふうに言われてるので、あなたに対してはちゃんと行動に起こして示してくれてるんですね。だから愛する人に対してはちゃんと行動するし守っていくしってことが言われてるので、ただ一つね言うとするんだったらお相手をね信じてあげてねってことが言われてます。それはねあなたが落ち込みやすい性格だったりとか、ちょっとちっちゃいことを気にしてしまったりとか、ちょっと失敗すると私もダメだわっていうふうに思ってしまうところがあるからなのかもしれない、そういうところがある方はあまり落ち込まなくても大丈夫よっていうふうに言われていますね。はい。で結婚までの道のりっていうのも、自分たちらしくねいられるっていうふうに言われています。枠にとらわれることなくって言ってるので、自分たちのやり方で結婚っていう形にたどり着いていくのかなと思いました。それがねその世間一般的に言う結婚っていう形じゃなかったとしても、お互いの中でこれは人生のパートナー私たちそうよねっていうふうに思えるような形になっていくのかなっていうのが出てきています。はい。では次見ていきます。このお相手の理想の結婚像をもらっていきましょう。お相手かなりね、大物感がしますね。はい。あとすごく真面目ね、誠実な方。柔らかさはあるんですけどね、優しさとかね。いやー、チャンスに恵まれる方なんでしょうね。幸運の持ち主というか。方の描く理想の結婚像、はい、ソードキング4番、お、全部ソードで来ましたね。お相手の望む結婚、理想の結婚像っていうのが
なるほど、そうなんですね。あの、守ってほしいっていうふうに言われてるし、守りたいとも言われてるんですよね。どっちの意味かな。どっちでもいいのかな。そうね、あなたを守りたいってことが大きいかな。その結婚相手ってことですね。理想の結婚像としては、自分が主軸となってね、導いていくんだとか、自分がこの、その結婚って家族ですよね、この一家の主として、自分が引っ張っていきたいんだっていう気持ちがすごくここに強く現れています。そしてね、多分ね、この方お仕事を家庭に持ち込まない可能性が高いかな。仕事は仕事、家庭は家庭みたいな感じでちゃんと切り分ける感じもしますね。あとはそのお家の中で仕事場みたいな感じでお仕事する場所、空間っていうのをきっちりと作りそうで、その中にお家のものを持ち込まないっていうかね、そういうゾーンをちゃんと分けそう。うん、そうですね、自分のお仕事ゾーンっていうのを作りそうですね。あのお家の中でお仕事やるとしたらね、でなければもう完全に切り分けて、あの仕事は仕事、家庭は家庭っていう感じでいきます。まずきっちりと分けたいっていうことと、あのね、この方もしかしたら変わる可能性がある。ちょっとお待ちくださいね。何からもらっていこう。フェアリーからもらっていこうかな。はっきりとね、ペンタクルからソードに切り替わってるので、この人の思い描く理想の結婚像って、理想と現実と違うんじゃないかなってところは正直ある。うん。お相手、そうね、理想ですもんね。はっきりと出てるんですよね。うん。願ってますね。賢さのカードがね、揃ってますのでね、自分が引っ張っていきたい気持ちがあって、でもこれはね、お相手の理想なんだよっていう感じで、実現する力を持ってるので実現できるかもしれないけど、理想とね、現実が多分違ってくると思うんですよね。この方自分で引っ張っていきたいけど、実はそうならないんじゃないかなって。今ちょっと出しますね。実際じゃあどういう結婚生活になるんですかっていうのをもらっていきましょう。お相手の中ではね、自分が引っ張っていきたいんだけど、仕事とかすっごくね、傷ついて帰ってくる、この傷ついた心、体を癒すっていう場所として家庭が欲しいっていう風に考えてるんでしょ。うん、回復したい、その何、戦場に赴いた戦士の心と傷を癒す温泉の地として、宿として、テレテテテテっていう宿として、実際じゃあどういう結婚生活になるんですか。マジじゃん、大きく出ますね。さすが大物です。エンプレス、ちょっと大きく出てますね。いや、素晴らしいな。スター笑いが止まらないですよ。何、その理想と現実の差があるんじゃないかなって言ったけど、この人理想と現実の差はあるんだけど、現実めちゃくちゃいいよ。ネガティブに考えてんのかな、結婚に対して。ネガティブに考えているのも少しあるんだけど、どちらかというと自分が引っ張っていって守ってあげたいとか。でもね、こだわりがあるんですよ。ここまで強く相談が出てくるってことは、かなりね、家庭に対する理想とかこだわりっていうのが偏ってあって、だけどこれって、これね、賢く願うカードだから、自分の中の頭の中でいろいろ考えているんだけど、これでも結局、自分の願いのままよって、理想なんですかってことに対して、願いのカードが出てきてるので、
これはお相手の理想の中の話であって、実際のね現実もっとすっごくいいよって言ってるから、もしネガティブにお相手が考えてるんであれば、全然ガラッと違う現実待ってるからねって。で、あとはネガティブじゃなくて、さっき言ったみたいに自分の心と体を癒すための場所として家庭が欲しいなとか、その中で自分が引っ張っていきたいんだって、表向き自分が引っ張って責任感持ってやっていくんだけど、結婚相手あなたにね癒されたいんだって、この疲れて帰ってきた心癒されたいんだっていう場所、気持ち、そういうのが欲しいなって思ってるけど、とんでもないことになるよこの現実が。こんな休みたいなとかほっとしたいなとかっていう、以上のことがね出てきますよって言ってる。まず3枚とも大アルカナだから、とんでもねえとんでもねえシェンロン出てくるんじゃないかってぐらい、びっくりしちゃう。結婚した方がすごく豊かになるってことを言ってるんですよね。で、めちゃくちゃ可能性が広がるってことを言ってるので、この方ね、この方自身が結婚するとすごくもっともっとますます運気が良くなるし、いろんなチャンスに恵まれるし、反映していくし、あなたもそうなんですよね。あなたもこの方と結婚すると人生ガラッと変わるよって言われてるので、すごいことがあるんだと思う。注目されるようなことがある。もう結婚した後ねに、例えばすごく注目度が集まるとか、名声とかが得られるとか、豊かなものが得られるとかっていうのもあるんですよね。の力あってこそだよっていうところが出てきてます。これね、とんでもねえことが起きますよ、はい、ということで、何か人から注目集めるようなことを始めるんじゃないかな。豊かになるってこと言ってます。もちろん、家内安全、家庭円満、それはもう入ってますよ。なんかね、家庭の枠を超えて、例えばね、家族でYouTuber になるみたいな感じで注目集めるとか、クリエイティブ活動も入ってくるんですけど、とにかくみんなから憧れの的、わかりやすくね、身近なところで言えば、〇〇さん、あなたのお宅ね、あなたのお宅ってすごく絵に描いたような理想のような憧れのお家だわみたいな、高収入でなんか子供たちもねすごくいい子たちでって、家庭の中も良くてっていう感じで周りからこう憧れ的な存在として見られるとか、あとよくね、よくあるじゃないですか、テレビとかでそのアンケートを取って国民が憧れる、芸能人夫婦といえば誰みたいなランクの中に入ってくるみたいな感じで、ご近所の評判がすごく良かったりとか、羨ましいって思われるような家庭、控えめに言ってもそこまで、でも私が感じるにはもうそれ以上にとんでもねえことが起こるんじゃないかと、ここね出ていますよ。ではそのあなたに向けてのアドバイスもらっていきましょう。何かねメッセージをもらっていきましょう。とにかく結婚後とんでもねえとんでもねえを連呼するという、これどんなことが起きるのか楽しみで、オラワクワクすっぞ。メッセージをもらいましょう。これ今のあなたに対するメッセージで1番2番さんもらってたんですけど、3番さんの場合は全体を通してのアドバイスがいいんじゃないかなと思いますね。おー、なるほど。これね、2枚ずつもらった方がいいと思うんですよね。結婚前の今のあなたと結婚後のあなたに対してのそれぞれでね、もらっていった方がいいんじゃないって今ね声がね入ってきましたよ。ジャーナル、日記つけてますね。インナーピース、心の平和、これはね助けてますね。やっぱり恵みがあるよってことがね言われてますね。じゃあね、カードもねたくさんね出していこうと思います。まず今の現時点で、あなたができることのアドバイス、そして
ですね、結婚後何が起こるかっていうのもね、見えてきています。まずホワイト、心を明るく照らす24番のカード、そしてモーブ、藤色、クリアな聴覚を楽しむ、聞くことですね、43番と24番。であとはこのね、色はラッキーカラーとして捉えてください。白とあと藤色、紫っていう風に、薄い紫かな、藤色だからっていう風に感じていただいてもいいと思うって言ったら、白と紫の混ざった色が出てきた。はい、冬の女王と、そうですね、お食事気をつけてねっていうカード、または楽しくね、お話ししながらお食事するっていうね、感じで受け止めていただいてもいいかなと思います。迷いがもしあるんだったら、迷いを取り除いていくっていうのが、まず結婚前のアドバイスとして入っています。あとはあなたの立ち姿ってことを言ってるので、何かくじけることがあっても立ち上がる力、あとはそのまま、外見的要素として立ち上がる姿勢の姿とかね、例えば普通に立つ時に片足曲げて立っちゃう癖があるとかっていう方は、両足揃えて立つとか、あと整体に行って一回骨盤矯正かけるとかっていうのもあるかなと思います。あの、足の長さ違う人の方がほとんどなのでね、そうなんですよ。ね、矯正してもね、また姿勢悪いとね、すぐ戻っちゃうんですよ。足の長さバラバラになっちゃうんですよね。はい、このカードも出てきています。ここのあたりからアドバイスをもらっていこうと思います。結構前が上ですね。これね、お相手の助けになってあげてねっていう風に読んだ方がいいかな。お相手の心を開いていく。あとはね、悩んでる時にそっと、手を差し伸べていくってこともそうなんですよね。お相手ね、その一番最初どこかで出てきましたよね、そのストレス感じる方かもみたいな、そのお仕事か何かで傷つきやすいのか、ストレス溜まりやすい職場にいるのかで、心のバランス崩す可能性があるよみたいなことを一番最初に言ったと思うんですけど、そこのケアですね。そうですね、まずお相手のサポートに入るっていうのも入っていますね。ここね、カップのクイーンも出てたので、結婚までの道のりのところのアドバイスとしてね、もちろんあなたの心の状態を安定させるための、あなた自身のやれるところをね、やるってところですね、お薬の力に頼るとか、病院に行くとかね、自分自身のケアをするとかってことは、必要最低限のことはやっていくことがアドバイスとして入っていました。で、お相手も、落ち込む時があると思うんですね。その時にそばでね、支えていってください、あなたのお気持ち伝えてくださいっていう優しいカードが入ってきています。照らすカードも入ってます。このホワイト、白っていうのは浄化の色なんですよね。解毒とか浄化とかを表す色です。デトックスの色ですね。なのでお相手を照らしてあげることだけじゃなくて、リラックスさせてあげること、そしてお相手のところに水の流れのようなカードが何枚か入ってましたので、できるんだったらお相手と一緒に半身浴とか、いや同じお風呂にはちょっとっていう方でも、あなたが半身浴をするとかね、デトックスっていうワードがあなたのアドバイスとして入っています。ごめんなさい、今ちょっと咳込んだので、今ちょっと声がおかしくなっててごめんなさい。そして冬の女王、凛とした立ち姿っていうのが入ってくるんですね。お相手がね、あなたに対して、立ち姿が美しいとか、
あまりこううじうじしていないところが印象的っていうのがあるので、それがあなたの魅力にもつながってると思うんですね。なんか調和、中和、中和か、中和っていう感じがするんですね。白と紫が出てきていて、これちょうど中間の色合いが出てきていますね。なので、今のあなたに向けてのアドバイスなので、何かね、中和っていうのが入ってくるんですよ。調整とか中立とかじゃなくて中和なんですよね。何かそれでピンとくる方がいたら、それを参考にしていただきたいんですが、デトックスしていくことで、2人のパワーが混ざり合っていくというかね、そういう感じです。お相手のネガティブなところを押し出してあげて、であなたのエネルギーを注いであげるようなイメージです。イメージとしてはね、そういうイメージをされるだけでもいいと思います。実際にお相手と会話していて、お相手が落ち込んでるな、悩んでるなって時に、そのネガティブなところを全部吐き出させてあげて、で、全てね、お腹の中からの毒を全部出してあげて、お相手の毒をね、吐き出してあげて、で、すっきりしたところにあなたのポジティブな言葉をかけてあげて、エネルギーを注いであげるというようなイメージがしやすいかなと思います。まだまだあなたがこれから学んでいくことがあるよって言ってます。あなたの向かうべき道がはっきりと、決まっていくっていう風に言われてるんですね。これもそうか、道が決まるってことを言われてます。これから先です。今現時点のあなたへのアドバイスなので、今あなたが迷っていることとか、これから先どのように進もうかって悩んだ時に、あなたの道ってもう決まってるよっていう風にカードが教えてくれています。あなたの進むべき方向はもう決まっていますし、可能性があります。なので迷うことありません、自信を持って進んでくださいっていう風に言われてます。そしてその他に家のカードですね、入っているので、これね、家っていうのは安心できる場所とかくつろげる場所っていう意味で入ってきていますし、お相手との間のしっかりとした信頼関係、安定したものっていう意味でも入っています。強い雨風にも防いでくれるようなしっかりした頑丈な建物っていう風に入ってくるので、ワードとしてはね、このお家っていう建物っていうのが入ってきますし、その他にもそのあなたのお家にラッキーワードが眠ってる可能性もあります。はい、でお家の中でできること、くつろげること、いろいろやってみてください。でその他にね、お家飾り付けするとか、お掃除するってこともそうですし、でお相手とお付き合いが始まれば、あなたのお家に招待するとかね、っていうこともいいんじゃないかと思います。何事もね、前向きに取り組んでくださいね、自信持っていいよっていう風に言われています。助けてあげるっていうカードが入ってるのでね、これも参考にしてくださいね。であと今ね、こうお相手いないんですとか、出会いないんですっていう方でも、例えばこれが好きなお相手じゃなくて、困っている人がいたら助けてあげようねってことも言われてると思いますので、あなたの優しさ、周りの人たちに分け与えてあげてくださいねっていうことです。あとこちらね、結婚後とんでもね、何が起こるのかというと、めちゃくちゃこれ幸運運んでくれるっていうコウノトリさんで、新しいもの爆誕するって言われてるので、爆誕ですね。この場合も誕生を通り抜けて爆誕です。何かが大きく、爆発的なものが生まれるでしょうっていうのが出てきています。はい、でこれ何かね、クリアな、これね、聞くことっていうのがあるんですよ。それが大きなヒントとして入ってきています。人の話を聞く、お相手の話を聞くことだけじゃなくて、雑念を取り払うってこともそうですしね。でもここのカードのパワーが強いから、雑念が入ってくるイメージが全然ないんですよね。なので周りの言ってることとか、そういうのとか一切ここね、結婚した後っていうのは入ってこないと思うんですよ。余計なものが入ってこないので、よりクリアにね、自分たちの道が見えてくるとか、生まれてきた後に、よりよくね、過ごしていけるっていうのが出てくるので、ただ耳っていうこと、ワードだけは覚えておいた方がいいかなと思います。とても重要なヒントが流れてくる、耳を通じてね、流れてくる、入ってくる可能性があるよってことがね、出ています。
とこれね、そのお食事ってことがワードとして入っています。健康的な食生活を送っていきましょうっていうのがこのカードの意味としてはね入ってるんですが、ただね、食生活に気をつけつつ家族団らんで楽しくお食事しながら、会話する時間っていうのを持とうっていう風に出てるのかな。でもすごくここね、とんでもねえカードが入ってるので不安材料が全くないんですよね。なんでどんどんとねポジティブに考えた方がいいんですよ。で、強いて言うんだったら耳から流れ込んでくる、ヒントになることと、あと食生活ね、多分大丈夫だと思うんですけど、あと家族団らんの時間持つとかねっていうことも入ってきます。あと自分の心に従って動いていくこと、もちろんできます。このまま行くとね大丈夫です。で、同じく17番のカードが入ってるので、星と同じ17番のカードですね。なので17、ここにもね17、コウノトリのカードがあるから17、4+3で7、なので7とか17っていうのが大きな数字のワードとして入ってきます。そして3番、ペンタクルの3番なので、やはりここもね、みんなでお話ししていこう。そして評価されるとか自信につながるとかっていうのも入ってくるんですよね。それぞれがそれぞれのことと取り組んで成果につながっていくってことも言われていますし、みんなで話し合って協力して一つのもの、一つのお家を作り上げていく、大きな建物を作っていくかのように世界を作っていくってことが言われているので、家族で協力して一致団結して何かを始めるとか、そこから生まれてくるものっていうのがすごく強くあるんじゃないかと思います。またはコウノトリは移動っていうのも表しているので、家族全員でね大きく移動するようなことがあるかもしれませんねっていうのも言われてます。どんなに忙しくても家族団らんの時間を取っていってくださいねって。あとはね、食べ物ね、できるだけ健康にいいものを取り入れていきましょうねって言われてるので、不摂生するとかね、そういうことだけは気をつけると大丈夫だよって言われてます。ただね、すごいことが起きると思いますよ。では最後にこの結婚相手のお相手から一言メッセージをもらいましょう。あなたに何か言いたいことがあれば一言くださいね。お相手が考えてる以上に、理想に描いてる以上にすごいことが起きますからね、ここね。そしてメッセージをもらうと、強行のカードが入ってきています。お相手ね、あなたと関係性を持っている可能性が高いですね。もしくは縁結びにをしてくれる、大アルカナいっぱい出るな。なんか後半になって大アルカナしか出てこないんだけど大丈夫。お相手ね、縁結びしてくれる人がいるんじゃないかな。二人の間を取り持ってくれる人で、まだ出会ってないよって、こういう方まだ全然いなくて、好きな人もいないし出会いもないって方は縁結びの人がいます。で、今片思い中でとか、好きな人いるんですっていう方は、二人を結びつけてくれるような、間にね立ってくれる人がいる、二人の絆を固くしてくれる人がいるので、キューピッド役がいるってことですね。はい。そして、なんかね、これから出会う可能性も高いんじゃないかなっていう可能性があります。あとはね、関係性の浅い方だとしたら、これから深まる可能性がある。で、今好きなお相手で見てますっていう方は、このお相手とやっぱりね、間にね入ってくれる強力な助っ人のような方がいて、その方のアドバイスを聞くといいよとか、あとは自然とね2人が結びついていくタイミングがやってくるっていう風に言われてますね。このお相手からのメッセージとしては、そうですね、僕私たちを結んでくれるような間柄、多分これね、お相手のお仕事にチャンスをくれる方と同じ方かもしれないですね。恩人のような方がねいるから、
共通して出会えるってことですよね、この方と。はい、今ね、それに向かって、あなたに向かって進んでいっていますってこともね、伝えたいよってことをね、言ってくれています。ね、これから出会うのか、もう間もなくあなたとのご縁が結ばれていくのか、これから結ばれていくよっていうふうにね、教えてくれていますね。ただすごくね、大きなことを言ってますので、これからの出会いが大きな出会いなのか、あとはお付き合いね、今これから恋愛まさに始まっていきますって方は、これから大きなこと待ってますよっていうふうにね、出てますね。すごいな、これかなりの大物ですね、このお相手は。はい、ただそれに負けることなく、あなたもこのお相手の支えになっていくって言ってるので、あなたもすごく大物感がありますよっていう風に言われてます。で、あとね、ラッキーカラー白と紫っていうのもね、お受け取りください。はい、今回は結婚相手の特徴について見ていっています。3番の方以上のようなリーディング結果となりました。どこか一つでもね、お受け取りいただけるところがあったら、その部分をお受け取りください。はい、これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。